そうでは、さあ、始まりました。今回からやりますね。解釈の講座になりますね。解釈って何っていうかもしれないですけど、別にあれですよ。僕ですか？僕なんですか？なんでですか？他の人だって、なんで僕だけクビなんですか？どうしたの？あなた。会社クビになった。じゃないですね。解釈っていうのはですね、構文を取るやつですね。どういう構造なのかっていうのを分かる。っていうのが解釈になります。で、こんなのできなくても適当に読んできゃいいんじゃないのって思う人結構いるんですけど、そうは問屋が下ろさないんですよ。実はですね、やっぱり英語と日本語って語順が全然違うので、きちんと理解するためにはですね、その構造を理解していかないといけません。もちろん前から読んでって分かるようになるっていうのが理想なんですよ。それ理想なんですけど、現実はそうはいかないんです。英語と日本語は構造が違う。ね、韓国語勉強するときにこんなのやんなくていいですよ。ね、日本語と同じ構造なんで、スラスラそのまま前から読んでいけば理解できます。で、逆にヨーロッパの言語を使う人たちっていうのは英語を読んでいくときには構造が同じだからほとんどですね。だからもうスラスラ前から読んでってわかると。そのまま理解できる。でも日本語勉強するときは構造が違うから、これどうなってんのってなっちゃうわけですね。そうです。同じです。だから私たちも英語を勉強するときはその構造をまず理解しないときちんと読むことができないっていうのが現実なんですよ。なんでそれを練習したいと思いますね。だからヨーロッパの人たちがね、日本人英語できないとかっていうのね。本当にそれは構造が全然違うからしょうがないだろうっていうね。はい、ということでした。では、行ってみたいと思います。井上公造。はい、では、中央大学の文学部の問題をやってみたいと思います。次の文章の下線部を下のように日本語を直すとき、空所あ、いに入れるべき必要な語句を記述回答用紙の回答欄に記入しなさい。まあ、記述回答用紙はないですが、こういうことです。あを破る人は実際にはいのである。っていうですね。はい。ここに入るのを作ってやらなきゃいけないっていうことです。で、ここが下線部ですね。アンネンディビジョン何々何ってあるんですが、文脈ついてますんで、きちんと文脈を分かってあげます。その上で出してあげる。文脈がないとうまく分からないとか、まあ特に代名詞とかね。代名詞なんて文脈があって初めて分かるものじゃないですか。そういうのもあるので、きちんとその辺のことも考慮していきましょう。さらにまあ読む時のコツだったりとか、解釈する時のコツだったりもいろいろと話していきます。はい。できますね。One who breaks an unjust law must do so openly, lovingly, and with a willingness to accept the penalty.いうふうに言ってます。はい。きちんとやっていきますね。はい。one っていうのがあります。一番頭に来る名詞っていうのは主語になるのが基本ですね。頭に来る人も怒ってるわけじゃないでしょ。はい。で、次に who っていうのが来てますね。関係詞とか接続詞っていうのが頭にくっついてるやつは塊スタートです。はい。から何かしらのグループが塊で何かになるよってやつですね。まあ関係詞っていうのは知ってると思いますが、そうですね。基本的には前の名詞をこうやって説明してやる、修飾してやるよっていうのが多いですね。で、one who breaks ね、はい、break は何詞ですか？そう、動詞ですね。はい、breaks っていうのが動詞が来てる。動詞が来てるんだけど、関係詞とか接続詞が頭についてるやつですが、メインではありません。まあ、主節と言われるやつではないんです。ですね。ここ知っといてください。で、an unjust law ね、はい。こういう法律を破る one 人ですね。one 大丈夫ですね。これ、ね、一般の人を表す硬い表現です。だって、who ってついてるから。絶対人なんですよ。で、unjust ってわかります？unjust っていうのは just が公平なっていうのが実はね、ほら、justice って同じですね。公平、公正、正義ですから。なんで、正義がない、公平じゃないよっていう意味ですね。不公平、unfair な感じですね。はい。その unfair な法律を破る人っていうのが must って言って、must do、はい、動詞がやってきましたね。動詞が2つ目やってきたら、こいつを閉じてやってください。ここでおしまいだよ。っていうね。その印になるんですよ。この動詞2個目やってくるとね。なんで、ここで、あ、one must do だっていうのが実はわかるんですね。こういうのあんまりやったことないよ、考えたことなかったですっていう人ですね。ぜひ考えてみてください。接続詞、関係詞とかが頭にくっついてるやつとか、あんま意識したことないですね。この関係代名詞自体は、こいつ自体が主語になってるんで、まあ、主格の関係代名詞とかって習うやつですよ。だからそれを破る人っていうのは must do so。それをしなきゃいけません。はい、do so ですね。それをする。何をするんですか？そう、これですね。breaks an unjust law. 不平等な、不公平な法律を破んなきゃいけないよ。openly, lovingly, and with a willingness to accept the penalty. っていうふうにですね。で、オープンにですね。わお。変なの。オープンで。で、lovingly。まあ、わかんなくてもそんなにいいですけど、なんか愛情を持ってみたいですね。で、3つ目が with a willingness to accept the penalty ですね。ペナルティをアクセプトするっていう。で、willingness わかります？そうそうそう。willing to do っていうね。be willing to do ですね。心よく何々するですね。だから心よく、ね、ペナルティを受け入れるように。喜んでペナルティ受け入れ、罰を受け入れますよっていう風にしなきゃいけないと。もうオープンに、はい、私法律破ってます。もう愛情を持って破ってます。はい。もうどうぞペナルティ罰してください。何かみたいなね。そういう風にしなきゃいけないよって言ってます。続きいくと、I submit that ですね。はい。まあ、that 説と言われるやつですね。I submit that ですね。that の後ろ SV っていうのが始まってるやつなんですが、that 説を後ろに取ることができる動詞っていうのはですね、もう決まってるんですよ。だから submit って言ってここ出てきて、え、なんだろう、提出するかなって意味わかんないですね。え、服従するかな、意味わかんないですね。で、わかんなくてもいいんですよ。別に that 説っていうですね、that SV の塊を取るやつっていうのは全部思うか言うなんですよ。ほぼほぼ例外ないですね。思うか言うの。だから辞書引いてごらんなさい。submit that って書いたら、思う、言うって書いてありますから。そうなんです。だから私は思ってます、私は言ってますって書いてあるんだなと分かればそれで OK です。で、問題はここですね。はい、こっちが役なんですから。なんで、ここの構造をきちんと取っていきましょう。はい。では、見ていきますね。An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust is in reality expressing the highest respect for law っていう風になってるわけですね。さあ、この構造をきちんと分かることができましたか、うん、で、見ていきますね。で、最初に名詞が置いてある。individual はまあ知らなかったとしても an ってついてますから、名詞ですね。はい。頭にあるやつは基本的には主語ですよ。で、individual っていうのは個人ってやつね。divide 分けるから来てますね。で、分けられませんっていう否定です。これ以上は分けることはできませんよっていうのから来てますね。それから個々のっていう意味です。で、個人はって言って、はい、今度は who さん。who さんが発動ですね。はい。頭にあるやつですが、はい。カッコつけてあげてください。カッコつけないで、カッコつけてやってください。はい。で、breaks a law、ね。法律を破るよって言ってます。法律を破る。さっきと同じですね。どういう法律を破るのって言ったら、ここですね。はい。ここがメインのポイントになります。ここを、この問いたかったんですよ。この取材者はね。で、あ、だっと来たっていう風になるんですが、ここで、conscience tells him is なんだこれ変なのっていうふうに思いますね。なんでここ him の後ろに is が来てるの？he is じゃないのこれ。なんでっていうふうに思えたかどうかなんですね。実はこれ関係代名詞ですけど、関係代名詞出てくるときっていうのですね。間に思う you が入ってたらぶった切れってやつです。まあ、連鎖関係代名詞とかっていうので、ね、習ってる人多いと思いますが、I think とか they say みたいに、ここに思うとか you が入ってる場合は、取っ払っていると分かりやすいよっていうやつです。まあ、今回ね、conscience っていうのがちょっと分かりづらいですけど、conscience、良心ですね。親じゃないです。いい心です。で、良心が、言うってほら、伝える you が入ってますね。なんで、そう、they say とか I think は見たことあっても、tell を見たことない人が多いので、そこを狙ったポイントです、これ。ね。ここに you が入ってるので、ぶった切ります。だから、両親があなたにこうやって言う、なんて言うのって言ったら、はい、ぶった切ると、that is unjust ですね。こういう法律ですよ。unjust なってことですね。公平じゃないと、両親があなたですね。あなたの中の両親があなたに言ってくる、そういった法律を破る人って言ってます。ね。で、だからやっぱり日本語と英語は語順が違う。英語はこうやっていくのに対して、日本語は公平じゃないと、両親が言う法律を破る人、個人っていう風に。語順が逆になるんですよ。だから非常に厄介。英語はこういう風に後ろからどんどん修飾していくのに、日本語はどんどん前からかけていくんでね。だからややこしい。で、離れて、やっとここでほら B 動詞来て、あ、an individual is になるわけですよ。こんだけ離れてる。ね。だからややこしいんですよ。この離れてるっていうのを問いたいんです、重視問題は。で、in reality、はい、どかします。実際、そう、だからこれ取って、is expressing ですね。はい。邪魔ですね。いろんなもの。はい。これを表してるんだよ。はい。何を表してるのって言ったら、the highest respect ですね。はい。尊敬を何に対するって言ったら、法律ですね。はい。まあこれは法律というものをですね、不加算で使ってるから。ね、さっきはこれ具体的な法律だったんですけど、法というものみたいな形で不加算名詞になってますね。はい。ということで、非常にめんどくさい。ただこういう形になってるってことでしょう。はい。ということで、ここをきちんと訳を入れてやんなきゃいけないわけですね。を破る人は実際には何とかのであるってやつですね。じゃあ、ここに入れて訳してみましょう。はい。自身に両親がですね、自身とかやるとですね、彼ってこれは一般の人なんで、別に彼じゃなくてもね、両親が自身に公平ではないと語りかける法律を破る人はってことですね。破る人は実際には、in reality ですね。実際には法というものに、法に対して、最も敬意を示している人なのであるとか、最も敬意を表しているのであるとかってですね、いうふうにやればいいです。最も高いとかって無理だと思いますね。まあ最高のとかってやってもいいかもしれないですね。最高の敬意を示しているのでっていうふうにやってやるといいと思いますね。はい。そんな感じですね。まずやっぱり構造をつかめなきゃいけないわけですね。で、大体和訳問題っていうのはトリックが仕組まれてますので、ここ分かってくださいね、あなたっていうのが出てきます。だから今回でやったらちゃんとここの conscience tells him っていうのが分かったかどうかですね。はい。そこにちゃんと気づくことができましたか、ね、で、ここがちゃんと SV 関係になってるんだよ。離れていても気がついてねっていうね。そういう風にできたかどうかっていうね。非常に厄介だったと思います。こういうレベルを目指して、最初は大変だと思いますけど、ね、ぜひぜひやっていきましょう。コンシャンスね。コンサイエンスって読んでる人結構多いんですけど、コンシャンスですからね。形容詞形はコンシエンシャスですね。IOUS の1個前にアクセントくるんで、コンシエンシャスっていう風に変わりますので、この辺も厄介ですね。良心的なとかっていうので出てきたりします。はい。まあこんな感じですね。まあまだコンシャンスとか知らなかった、単語知らなかったっていうのはいいです。わかんなかった。そうじゃなくて、この構造をですね、つかめるかどうかっていうのをやってみてください。自分自身はこれがゲームみたいで面白かったんですよ。こっから入っていった人間なので、ぜひともね、こういったものを楽しいと思えるかどうかっていうのによって、あなたがね、読むのができるようになるかっていうのがね、決まると思うんですよね。だからそんな順番で読んでたらまっすぐ読んでないからわかんないじゃないかって言うかもしれないですけど、まっすぐ読めるようになっていきますから、これがだんだん。で、それでも超複雑だったらやっぱり帰り読みしないと無理なんで、はい、こういうのやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そうでは始まりました。さあ、英文解釈講座の第2回目になりますね。今回もここ、早稲田法選地からお送りします。そして、そうですね、和製語パーカーできましたんで、これ was ego じゃないですよ、これね。I was ego みたいなね、エゴイスティックでしたみたいなね、利己的でしたっていう意味ではありませんので、和製語みたいな感じなんです。そうです。さあ、そんな早稲田合格塾の助けを借りながら、今回やる問題は、やっぱり早稲田でやってて、早稲語ですから、今回やるのは、大阪大学の問題をやっていきたいと思います。全然関係ないってね。はい、さあ、英文解釈講座やっていくんですが、まずですね、今回第2回目なんで、いよいよ和訳問題を本格的にやっていきますので、和訳のやり方っていうのを一応説明しておこうかなと思います。はい。まず、和訳問題っていうのはですね、一つ目、あなたの知識をひけらかさないといけません。というか、相手があなたこの知識分かってますかっていうのを聞いてきます。で、まあ、語彙だったりとかね、そう、私の語彙が語彙語彙数ですみたいなのをこうアピールしなきゃいけない。そして、構文です、やっぱり。ね。で、今回から私がやっていく中にあったって、まあ今回なんて大阪大学阪大の問題ですからレベル高いわけですよ。2021年の問題ですけども、そういった時に、まだ全然そのレベルに達してませんっていう人は辞書引いてやっていいです。その語彙の部分ですね。そこ辞書引いて予習してみてください。いやー、私はもう全然余裕でそんなんできますけど、単語知ってますよ。単語帳終わってますよ。受験生ですけど何かみたいな人ですね。そういう人は辞書引かずに挑戦してみてください。それでどの程度わかるかっていうのをやってみてください。まずは、この知識っていうのが問われます。そう、英文解釈っていうのはやっぱり構文のね、解析、構文解釈になりますから、その力がどんだけあるのかっていうのを見ていくわけですよ。そして、読解力です。そう、文脈がね、やっぱ必要になるんですよ。英文解釈の問題って。まあ、一文だけっていうのもあるはあるんですけど、問題としてはね。そうじゃなくて、つながり、文と文とのつながりを分かんないと解けない問題っていうのも出てきます。まあ、毎回ではないですけども、こういったものも多いですね。例えば、代名詞ですね。they って言ったのが出てきた時に、それらと訳すのか、彼らと訳すか、それは文脈によって決まるじゃないですか。そうなんですよ。だからね、代名詞問題って出るわけですよ。this が指すのを明らかにして訳しなさいとかっていう問題も出てきますね。そう、あれは読解力を聞いてるわけなんですよ。実際に、まあ、模範解答とか出てて、そのtheyが間違ってるとかっていうのはあるんですよ、実際。ね、それぐらい、やっぱりね、難しいんですよ。代名詞って。読解力、ちゃんとあるかどうかっていうのを示してやんなきゃいけないです。で、最後が、自然な日本語っていうふうにですね、日本語力を示さなきゃいけないんですね。ただし、あくまでそう1と2のアピールに過ぎないですから、ちゃんと構文分かってますよ、文脈分かってますよ、だからこの語彙、この訳になってるんですよ、私この構文見抜いてるから、だからこういうふうに私訳してるんですよっていうのをアピールすれば OK です。ここでの文脈ではこの意味はですね、まあ多義語とかってあるじゃないですか。レートっていうのが出てきて、割合なのか料金なのか速度なのかっていうのは、この文脈だからこれなんだよっていうふうにできるわけじゃないですか。そういうふうに文脈で決まるわけだから、それを示しているんですよ。ちゃんと文脈分かって語彙の知識あるから、だから私この訳になってるんですよっていうのを示せばいいです。翻訳ではありません。でそこを勘違いしないでください。で私ね、試験受けたことあるんですけど、翻訳のね、大学受験だってもう満点完璧素晴らしい回答っつって出したら50点で返ってきましたからね、100点中。そういうもんなんです。だからそんな素晴らしい翻訳なんてもう必要ありません。実際にいろんな各大学の訳模範解答見てみたら、全然そんなんでいいんだっていうの多いと思いますよ。そうなんです。だからきちんと私語彙の知識、構文の知識あるし、文脈も見抜けてますっていう、その日本語で OK なんです。それが示せれば大丈夫です。ただ支離滅裂で何言ってるかさっぱりわかんないみたいな日本語はダメですね。じゃあ実際やってみましょう。はい。One of the oddest aspects of American culture is our general dismissal of commensality っていう風にですね、書いてますね。One of the 複数名詞、よくあるやつですね。で、プラスでここにね、最上級が挟まるっていうのはすごくよく出てくる形で、英作文でも間違えやすいので気をつけてください。はい、で、One of the oddest aspects、odd 大丈夫ですね。strange ですね。はい、ものすごく strange な aspects、面とか点ってやつですね。of American culture って書いてあるから、アメリカの文化の中で、あれこれめっちゃ変じゃね、すげえ変じゃねって思うものの一つはこれですって言ってますね。はい、長いですけど、主語と動詞がだいぶね、離れていますけど、はい、っていうのはこれです。Our general dismissal。はい、dismissal。デスミスしてるってことですよ。はい、一般的にデスミスしてる。はい、何をデスミスしてるのつって、commensality っていうのをデスミスしてる。もうこんなんダメだ。重要じゃないよっていうふうに思ってるってことですね。はい、何を重要じゃないと思ってるのって言ったら、これまあ知らない単語なんで、わかんない人はそのまま進める。で、辞書引いたら、一緒にご飯食べることっていうふうにね、書いてあると思います。そうですね。食事をする、皆の集まりみたいなのは、まあ続きの文脈読んでいくとね、わかるはするんですけども、そういうのはよろしくないよ。っていう、そういったものであるって言ってます。いよいよ下線部行ってみましょう。Most human cultures have considered food preparation and consumption, especially consuming food together, as essential to family, tribal, religious, and other social bonds. まあ意味が分かってるから私は今のように読めたんですけど、意味が分かってないと今みたいに読めないんですよ。そう、音読って意味分かんないとできないですからね。ここにこのほら、consuming food together っていうのが出てきて、これがまあ commensality のことなんですけど、では実際、どういう意味なのか、ここに仕掛けられてる罠、この出題者が問いたかったことは一体何なのかっていうのを解明していきましょう。はい。では見ていきますね。もちろんちょっとスペースの関係上全部入れることはできませんが、で、most human culture ですね。ほとんどの人間の文化っていうのが have considered こういうふうに思ってきたよって言ってますね。考慮してきたよって言ってるわけなんですが、そう、狙いは consider ですね。こやつがちゃんと分かってたかってやつですね。どういうことって言ったら、food preparationと food consumption、 これ and こうやって書きますけど、私はがこれが2つ並んでいるんですけど、そうこれが後ろにね especially consuming 何々について consumption を説明してる部分が入ってるんで、なんだってなったかもしれないんですけど、特にこれっていうのが入ってて分かりづらかったかもしれないんですけど、この A as B の構文であるっていう風に分かったかっていうのが、これがメインのところだったわけです。これも東大も大好きですね。一番よく出るのが A as B ですから。なんでこれ離れてるじゃないですか。そう、だから要素の分離とかって言われるやつなんですが、離れていても見えなきゃいけません。そう、だから、フードをプレペアすること、フードをコンシュームすることが欠かせない。で、A as B の場合になってる場合はですね、この as はですね、B 動詞みたいな能力をね、前置詞のくせに持つんですよ。なので、ここに形容詞を置けるんですよ。エッセンシャルとかね。構わないんですよ。そう。名詞じゃなくても OK なんです。なんで、フードプレパレーションとフードコンサンプションがエッセンシャルである。欠かせないものであるって言ってます。で、こういう人たちにね、ですね。はい。to family とか tribal とか religious そして other social bonds ね。はい。結びつきっていうわけなんですね。これが構造として分かったかどうかなんですが、こっからですね、きちんと日本語訳を作っていきますね。はい。で、訳に関しては、ぜひコメント欄に書いてください。一番良かった訳は、ピンつけておきますから、そう固定しておきますので、はい、だから皆さんにどんどん書いていってもらいたいと思いますね。はい、ほとんどの人間の文化っていうのはこうだっていうふうに見なしてきたようですね。はい、で食事を準備するっていうのでもちろんいいんですけど、基本的に prepare food っていった場合は料理することなんで。だから調理ですね、実はこれ。そう、結構準備っていうと、日本だと準備っていろんなものを表しちゃうんで、だから調理ですね。コンサンプションっていうのも食べ物の消費でもいいんですけど、ね、コンシュームフードっていうのは食べることですからね。そう、食事をすることなんですね。そう、だから調理や食べることですね。で、特に一緒に食べると。食べ物を一緒に食べるということを欠かせないものだっていうふうに見なしてきました。で、何にとって欠かせないものなのって言ったら、家族やトライブですから、民族ですね。そう、もともとトライブっていうのは3つですね。3から来てるですね。3部族から来てるって言ってましたね。そう、ローマの3部族から来てるんだって言って、ね、それをさっき佐藤幸夫先生に話したら、ローマに部族なんかねえってね。それはラテンの部族だから、ローマ人の3部族って辞書に書いてるけど、ローマ人っていうのは俗称で、本当にあるものじゃないんだよってね。そう、だからそれは東京人って言ってるのと同じようなもんで、だからローマ人っていう人はないんだよ。それラテン人の三民族ってね、言ってました。はい。で、religious ですから、はい、宗教ですね。そう、lig っていうのが、つなげる。神と人をつなぐみたいな感じで覚えてる人もいないですね、そんな人ね。知ってるよね、この単語ね。実はリエイゾンとかね、フランス語で音つながるとか、つなぎ役の人みたいなので、トイックでも出てくる単語ですけど、そういうのとかと同じ語源ですけど、とか、ソーシャル。このソーシャルっていうのはつなぐですね。associate、ほら、A with B とかでね、つなぐわけじゃないですか。連想とかっていう風に。つなぐっていうのと出てくるんで、そうだからつなぐっていうね単語が実はこれすごいいっぱい並んでる、ね、そのボンドもほらつながりですね。だからつながりを表す系の単語がですねたくさんね。あ、社会って大丈夫ですね。社会って反対語わかります？ちなみに社会っていかやしですか？違いますよ。それはさ逆に読んだだけですよ。いきゃしですか？違いますね。はい。そうじゃなくて個人ですね。社会と個人は逆ですからね。そう、社会っていうのは必ず人と人とのつながりを表すもの。これ東大で出たことあります。そう、人と人とのつながりを表すんですよ。ソーシャルっていうのは。はい。ソサイティってそういうもの。社会ってなんだかわかんないでしょ。人と人とがつながるものなんですよ。なのでそういったつながりにとって欠かせないものだと見なしてきたっていう風にやれば OK ですね。まあもしくは、いやもっとかっこいいのに訳したい。社会が見なすなんていうのはおかしい。人間じゃないから。だから、ほとんどの人間の文化では、これがこう欠かせないものだと見なされてきたのだっていう風に訳しても構いません。そういう風にね、私はもっとかっこいい役、こだわった役にしたいんだっていう人は、それで全然構わないと思いますよ。はい。そういった形で勉強になったと思いますが、こういった挑戦してみてください。そしてね、皆さんのね、綺麗な役作ってもらえればいいと思いますね。それお待ちしておりますので、良かった役は発表っていう形になりますので、ぜひやってみてください。はい。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、クラウドファンディングも引き続き募集しておりますし、スポンサーの皆様、こういうふうにね、作ってくれれば来ますし、こういうのもここに用意いたしますので、ぜひぜひ考慮してみてください。considerしてみてください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.では始まりました英文解釈講座になりますね。これ第3回目になるんですけども、今回はですね、愛についてやろうかなと思うんですが、愛っていうゆきお先生が踊ってますが、あ、愛じゃなかった、これ AI でした。はい、それでは行きたいと思いますね。Whether you love or hate it, artificial intelligence AI is here to stay.これですね、もう感覚としてちょっと覚えてほしいんですけども、主節と従属節っていうのが2つあるっていうのはね、話したと思うんですけど、覚えてますかね？接続詞とか関係詞さんっていうのが頭についてるやつですね。こっちが従属側なんで、はい、whether っていうのが頭についてるから、こっちがメインじゃないですよってことですね。じゃあ、whether you love or hate it ですね。あなたが好きだろうと嫌いだろうとっていうやつです。で、後ろ見ると Artificial Intelligences っていう風に来てるから、あ、2つ目の主語動詞さんスタートだなっていうのがわかりますね。はい。Artificial Intelligence is。で、こっちは頭に接続詞や関係詞がついていないから、こっちがメインってなりますね。主節って言われるのはこっちになります。で、主節さんの前に出てくるやつっていうのは基本的に、例外はありますけど、基本的にはみんな塊で副詞になりますので、なので、この whether の塊っていうのは副詞の塊になりますよっていうのがわかります。で、副詞の塊の場合の whether は、はい、なんていう意味ですか？はい、そうですね。これは、なんとかであろうがなかろうがっていう意味ですね。だから、あなたがそれを愛していようが嫌いであろうがってことですね。そう、だから可動化の weather とは違うわけです。はい、こういうふうに考えられるようになってくださいね。ああ、主節よりも前なんだから、あこれ副詞の塊だ。あ副詞の塊の場合は weather はなんとかであろうとなかろうとってやつだなっていうふうにわかる。はい、だから weather A or B ですけど、はい、好きだろうが嫌いだろうが。で、この it が指すのは何ですか？はい。後ろのこれですね。Artificial Intelligence を指してますね。it 代名詞なんだから前にあるものを指すんじゃないのって思う人いると思うんです。まあ、その考え方は間違ってはいないですけども、実はこういうふうにね、主節に出てきているキャラクターを後に出てきてるんだけど指すことができるっていうのはあるんですよ。なんで知っておいてください。あんたが AI 好きだろうが嫌いだろうが AI っていうのはここに残っているよ。っていうふうに言ってます。まあ、be here to stay っていう表現は、まあ、知ってても知らなくてもいいですけど、ここに留まっている。ね、そう、普及して、これからも広がっていくよっていう、そういう意味です。もう、どきませんってことですね。ここに留まっているわけですから。はい、もうこれからもそこにいて、どきません。あなたが嫌いです。AI 嫌いです。いなくなっていなくなってっていうのも、どきませんっていうふうにずっといるよ。っていうふうに言ってるわけです。はい、そう、AI っていうのは普及していくよ、これからもっていうことです。The question is, particularly in Japan, which is facing a severely aging population and shrinking of its workforce, whether AI will perform tasks that are beneficial to society as a whole.っていう風に言ってます。まあこれ元の英文ね、ここクエスチョンマークになってたんですけど、まあちょっとクエスチョンマークは文法上よろしくないかなと思って、ピリオドに変えております。はい、では、ここの文を訳していきましょう。はい、それでは書けましたね。非常に長い。The question is っていう風に頭に出てきただついてから名詞ですね。ION で終わるの名詞がほとんどですね。はい。で、主語が出てきましたよ。is B 動詞、動詞にしかなれないですね。B 動詞は。はい。で、ダッシュさんがいらっしゃってますので、はい。こいつをまずはぶった切ってみてみましょうか。そうすると、この後ろに、はい。The question is whether っていう風になってますね。そうです。だから、question はこれかどうかですよっていう風に言ってるわけですよ。で、保護産ってやつですね。まあ、イコール関係になるとかって言われるやつですけど、その場合の whether っていうのは何施設ですか？塊全体で。そう。名詞になりますよね。塊全体で名詞なんで、この場合の whether はさっきの whether とは違って、なんて言います？そう。可動化ですね。AI っていうのがパフォームするかどうかが、問題だ。そう。質問だってやると変なんで、まあ問題だってやればいいです。で、AI will perform。AI が仕事するよっていうふうに言ってますね。タスクをしますよ。はい。どんなタスクをするんですかって言ったら、だら、はい。関係詞の that さんスタートですね。だら、beneficial。はい。役立ちます。利益になります。bene っていうのはいいことを表しますね。フランス語だったら、bon、bonjour ですね。good day ですね。いい日っていう意味ですね。イタリア語だったら、美味しいわ。ボーノって言いますね。はい。いい意味を表しますね。はい。そこから来てます。ベネっていうのは、いい意味を表すんですよ。だから、ボンとか、あとは、スペイン語だったら、ビエンですね。ムイビエンとかって言いますね。で、society as a whole ですね。はい。社会全体ね。はい。社会全体に、社会全体として、利益になる仕事をしてくれるのかどうかっていうのが問題なんだって言ってますね。で、間に、はい。ここですね。particularly in Japan ですね。はい。特に、日本って言うんですね。で、日本っていうのはどういうとこなのって言ったら、はい、ウィッチさんですね。まあ、関係代名詞はよく非制限用法とかって言われるやつですね。点がくっついてるやつっていうのは、固有名詞も説明できますよ。はい。which is facing。はい、これに直面しますよ。何したら、severely aging population ですから、population ひどく、どんどん年を取ってきている人口が、はい、高齢化が進んでいる。とても高齢化が進んでいって、さらに shrinking of its workforce って言ってますね。シュリンクは知っておいた方がいいです。縮むってやつですね。これは結構難関題ではよく出てくる単語なんで知っておいてください。workforce ですから、はい、働く人たちですね。だから働く人たちっていうのがどんどん少なくなっちゃってるよ。ということね。で、まあこれは予想はできるでしょう。高齢化が進んでシュリンキングが分かんなくても、あ、これはどう考えても働き手が少なくなってるということだなっていうのは推測可能ですね。で、ここまででダッシュが切れるわけですね。問題は、まあ、特に日本、はい、どういう日本ですかって言ったら、ひどく高齢化が進んでおり、労働人員っていうのが少なくなっているということに直面しているですね。っていうふうに、まあこれまっすぐ訳してもいいし、こうこうこうしている日本って言ってもいいです。はい、特に日本ではこうこうこうしておりとかって言ってもいいし、こうこうこうしている日本ではっていうふうに言ってやることが可能ですね。AI が社会全体に利益のある仕事をしてくれるかどうかであると。まあプラスマイナスのどちらの方で動いてくれるんだろうって、まあ嫌いな人好きな人っているけれども、ちゃんと AI さんがそういったことをしてくれるのかなっていうのが問題なんだよって言ってるわけです。はい。で、これ続きあるので、はい、その続きも見てみましょう。The AI has seen phenomenal success with a variety of tasks, such as piloting autonomous vehicles, but there are obvious concerns about the negative impacts of the technology on society, such as people losing their jobs to automation, as well as the dangers of new generation weapons ということで、まあこれはよく言われることですね。はい、AI っていうのが見てますよ。何を見てきてるんだよ。つって、はい、何をさ、phenomenal success ってものすごい成功ですね。phenomenal っていうのは phenomenon は知ってる人多いですよね。はい、そう、現象ってやつですけど、それを形容してフェノメナルって言うんですけど、これものすごいっていう意味です。はい、すっごい成功してきてる。With a variety of tasks. A variety of はしといてくださいね。様々なってやつです。これめちゃくちゃ重要ですから。で、様々なタスクにおいて。で、どういうタスクなんですかって言ったら、サッチアズがイコールで、はい、こういうタスクですよ。Piloting autonomous vehicles なんで、パイロットですね。だから操縦するわけです。で、何をしたら、オートノマスっていうのが、はい、自動ですね。まあ、自律的なとかってよく訳されるんですが、オートってほら自分じゃないですか。はい。だから自動運転。だからオートノマスビエコーズとかっていうのはよく出てきますね。その自動運転の車ですね。ビエコーズ、車です。ね、車両のことですから、乗り物って覚えてる人たちいますけど、乗り物ではないですから、基本的には車だと思っておいてください。で、自動運転の車を操縦したり、そうですね。自動運転ってなんない自動なのに何かが運転してるって変に感じるかもしれないですけど、そうですね。AI が運転するんです。あなたが運転するわけではなく。そういったことで、非常にサクセスしてきたんだけど、うまくいってきたんだけど、but でも、there are obvious concerns です。obvious 明らかな不安。心配事がありますよ。まあ、日本では一応 there is 構文って主語後ろっていう風にやることが多いので、そうやって慣れてる人が多いので、それに合わせます。はい。で、何に対するやつですかって言ったら concerns about the negative impacts ね。はい。ネガティブな影響についてですね。で、ここがですね、非常によく出てくる。インパクトとか、あ、他に影響っていう単語知ってますね。そう、エフェクトとか、インフルエンスとかね。こいつらね、めちゃくちゃよく問われることがあるので、なのでこの3文目もやりました。で、どういうふうに問われるのかって言ったらですね、オブとオンが問われちゃったりするので、なのでやりました。どういうことって言ったら、テクノロジーが社会に与える影響ですね。これ要素の分離ってやつです。だからこれ、オンソサイティをテクノロジーにかけちゃダメですよ。テクノロジーオンソサイティにしちゃダメですね。Impacts of the Technology ここで切って、on Society っていうふうにこうやってほら、これが要素の分離って言いましたね。離れている。要素が離れている。で、それの有名な形というか、よく見る形がこの影響っていう単語なんですよ。だからこのテクノロジーが社会に対する影響ってね、これよく出るトピックじゃないですか。今まさに私はこの後韓国語の授業で宿題の英作文がこれでしたから、私書いてたんですよ、さっきまで。で、such as、はい、イコール。はい、どういうの？ people losing their jobs to automation ですね。これですよ、はい、人々が仕事を失っちゃうと。lose A to B ってやつですね。はい。この仕事っていうのをこの自動化に取られてしまう、失ってしまうってやつですね。そうです。これ書きましたよ、さっき私。韓国語で。で、as well as、ね、さらに、as well as、はい。まあ、and みたいなもんだと思えばいいです。まあ、後ろから訳しなさいって習う人もいると思いますけど、うん、昔の文章だったらそうですけど、今はあんまり気にしなくていいです。The danger of new generation weapons ですね。そう。新しい世代の武器ですね。こういった危険があるよ。っていうふうに言ってますね。では、それを心配してるわけです。そうです。仕事を失っちゃうとか、新しい世代のね、今じゃ考えられないような、とんでもない兵器が出てくるかもしれない。まあ、よく SF のね、映画とかで AI と戦ったりするじゃないですか、人間が。そう、ああいうことが起こるんじゃないかっていう心配もありますよ。っていうふうに言ってます。で、こういうのですね、さらに読むときに、まあこれ読解の授業ではないので、こんな感じで読んでいきますけど、上の方は、phenomenal success っていうふうに、プラスのことが書いていますね。で、こっちでバットと来てるから逆になるわけで、だからこっちはほらマイナスのことが書かれるって分かりますね。こっちは success に対して、こっちは concern 心配っていう風に。だから、まあ今回は簡単な単語ですから、すんなり読めたと思いますけど、どちらかが分からなくても、あ、こっち success って書いてあるから、あ、ここには良くないことが書いてあるんだろうなっていう風に思って読んでいきますね。negative なんて言葉もそうですよね。こういうふうに、あ、やっぱりマイナスだっていうね、こういったプラスマイナスについて考えておくと、いろんなもの推測できたりとか、わかんない単語があっても進んで読んでいけたりするので、こういった考え方はいつも持っておいてください。そして、いつも言うんですけど、サクセスですからね、これね。サクセスって読まないでくださいね。髪の毛が生えるシャンプーじゃないです。サクセスってあなた、アクセント問題で選んじゃったら、あなたの成功が奪われてしまいます。なんで、そのことは忘れないでくださいですね。あなたの成功のためにちゃんとですね、サクセスじゃなくてサクセスっていうので覚えておいてください。もう覚え方からサクシードと覚えておいてください。サクシードって EE ついてますね。EE ってそこにアクセントきますから、後ろに来るんですよ。だから、サクセスになっても、そのまま後ろだというふうにつなげて覚えておいてください。はい。まあ、AI っていうのは本当によく出てくるトピックですので、自動運転なんてしょっちゅう出てくることですから、きちんとこういったものは背景知識として持っておくことをお勧めします。はい。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。クラウドファンディングも忘れずに。では始まりました。英文解釈講座になります。はい、今回も早稲田法専地からお送りしております。さてさて、今回の問題はですね、ボーボー、今なんだか、大声です、今のね。はい。ということで、今回は防衛医科大学の問題をやってみたいと思います。調べてみたら、結構辞書載ってないんですね。こんなもの問われるんですね。医学系はね、結構それと出ちゃったりするので、はい、せっかくなんで覚えていきましょう。These are essentially ready-made fossils ですね。はい。歯ですね。はい。私の矯正をずっとしてるこの歯っていうのは essentially、はい、本質的には ready-made ですね。はい。もう作られてる状況ってやつね。ready-made。ready-made の食べ物ね。ready-made food とかあるじゃないですか。電子レンジでチンすればできるとかっていうやつね。もともとできちゃってるよって。結構まだネガティブの時に出てくることが多かったりするんですけど、まあここではそういう意味ではなく、もう作られてるよ。できている状況の fossils ですね。fossils 知ってますね。そう、化石ですね。化石になってる状態なんだっていうことですよ。そう、だから私たちのもう歯っていうのはもう化石の状態なんですよって言ってるわけですね。まあそうですね。まあ歯茎の中に入ってる部分だったらまあいろんなものがくっついてると思いますけど、歯自体には別に外に出てるところっていうのには別に肉も皮もくっついてないですね。で、非常にね、硬いものであるわけです。化石みたいなもんなんですよ。The enamel that coats ours。はい、ours 指すのはOur teeth ですね。はい。私たちの歯をコーティングしているエナメル。For example, it's 97% mineral ですね。はい。鉱物ってですね。ミネラル。ああ、好きなものじゃないですからね。はい。ね、スイカが私の好物ですみたいな。ああいうやつではありません。私はスイカは苦手です。種が嫌だ。魚に骨があって、食べれないのと同じです。種がある、食べれないっていうやつですね。みんなね、口の中に含んだ後に種、バーって出せばいいんだよとかって言うんですけど、できないですよ。どうやって飲み込まずにできるのっていうね。どうでもいいですね。はい。97% ですね。はい。そういった 97% がミネラルでできているから、まあ、だから化石のようなもんですね。体ってさ、まあ当然ですけど、溶けて腐敗していくわけじゃないですか。亡くなった場合に、こう腐敗していって、残るのって、骨じゃないですか。髪だって、皮膚だってなくなっていって、骨だけになるわけですね。で、だからそこで、歯ってやっぱりね、残るんですよ。This means there are often hundreds, if not thousands of teeth for every skeleton or complete skull we find. はい。では、ここをちゃんと分析していきましょう。はい。どうですか?これ、見抜けましたかね?There are often hundreds, if not thousands っていう、これが if not と言われるやつですね。まあこれ遠い接続詞、and とかと同じようだっていう風に教える人もいるぐらいのやつなんですけど、こいつね、何百って言ってて、ここどかしてやると分かりやすいです。これどかすと、hundreds of teeth に見えますね。そうなんですよ。ここがポイントです。There are often よく何百もの歯がありますよっていう風になるんですよ。何千とは言わないけれどってことです。何千とは言わないけれども何百個の歯がありますよって言ってます。で、for every ですね。はい。これが知ってないと無理なんですよ。なんじゃっっていうわけですね。で、every skeleton、skeleton っていうのは骨格とか骨のやつですね。complete skull っていうのは頭蓋骨ですね。頭蓋骨で、それに対してってやつです、これ。それに対して、私たちが見つける頭蓋骨だったり、どういうことってことだって、一つの当たり前ですけど、中に何百とかあるわけないですね。一つの頭蓋骨の中に何百本って歯あったら気持ち悪いでしょ、一つに。そう。だから、じゃあ違うのっていうと、これだから、ひです。一個見つけるのに対して、もう完璧な頭蓋骨一つ見つかるのに対して、骨がちゃんと揃ってるっていうのが見つかるのに対して、何百対1の割合ってことです。今200にしておきましょう。わかりませんが。200対1。だ歯200本見つけられるのに対して、骨がちゃんと揃ってる1体見つけられるっていう、そういう状況なんですよ。これ1個見つけるのに対して、歯は200本見つけられるよってこと。頭蓋骨がちゃんと発見される。1個頭蓋骨が発見されるのと、歯が見つかるのは何百本の割合ですよって、そういう意味なわけですよ。だから歯っていうのは、それぐらいもう化石としてちゃんと成り立ってるよってことなんですね。だから何かを採掘しに行った時、歯は何百本も見つかる。それでその何百対1の割合なんですよってこと。何千個という歯は見つかんないけど、何百個という歯が見つかるよっていうことです。これに対してっていうのはそういうことだったわけですね。だから一つに対してこれだけあるっていう割合を表す表現だったっていうわけです。まあ例えば、I get a percentage っていうので、I get a percentage for every item I sell とかっていう風に言うと、私はパーセンテージを得ますよってですね、お金得られるよ、なんか商品売って、まあ YouTuber でもブログのアフィリエイトやってる人でもそうですけど、何か商品を売ってそれに対してパーセンテージを得ると 10% もらえるとか、ね、そういうのもそうですね。for every item ですから、ね、売ったそれぞれの一個一個のアイテムに対してパーセンテージがもらえるっていうですね、そういう風に何々に対してっていう風に使うことができるんですね。だから今回もそれなんですよ。で、そういう文だったらすぐにわかるじゃないですか。見慣れてるから。でもこうやって出されるとわかんないですよね。そう、こういう風にそれに対してっていう風に出てきた時に、ってなっちゃうんで、これだから本番でね、本当に正解さっとできた人っているのかどうかっていうことでした。はい。だから私たちが見つける骨格、骨組み、そして完全な頭蓋骨一つに対して、歯は何千とまではいかないけれども、何百本と見つかることがあるよとか、よくあるということですよ。なかなか難しい表現だったんじゃないでしょうか。はい。では続き見てみますね。で、続きいくと、fortunately ですね。はい。良かったことに、for paleontologists ですね。paleontologist 難しいですね。paleontology っていうのは出てくることはあるので、古生物学っていうやつですね。昔の生物についてやるやつで、トフル受けると、中がついてない回と中がついてる回があります。なぜなのかわからないですが、統一してほしい。で、archaeology っていうのが考古学ですね。で、これら歴史の前なんで、history の前なんで、ね、言ってたでしょ、右京先生が history っていうのは字があってから history だってですね。その字がない時代のものをやるんですけど、古生物学、ね、paleontology っていうので、はい、paleontologist も、知っておいてもいいかもしれないですね。だそういった古生物学者にとっては、they are also excellent tools for understanding life in the past. 点々がついてる。どこからかが点がついてます。paleontologist について excellent tools ってやると。はい。で、they がさすの大丈夫ですね。そうです。もちろん古生物学者たちはじゃないですね。ツール、ね、道具じゃないですから。はい。だからこれは歯ですね。もちろん teeth。The teeth are tooth。はい。teeth are also excellent tools ね。はい。非常に素晴らしい過去の生活を理解するのにっていう風に言ってますね。はい。過去の生活を理解するのに役立つものですよという風に言って終わっていますね。はい。どうだったでしょうか？これではなかなかレベルが高かったんじゃないですか？そうですね。この if not の挿入っていうのはよく出てくるので、きちんと覚えておきましょう。これではなくてもですね、そこの部分を取っ払ってやって元の形を考えると hundreds of teeth っていう風によくわかるっていうやつね。これもまた一種の要素の分離ですから、こういうことを意識して読んでいくと意味がスッと頭の中に入ってくるっていうのはいっぱいあるので、ぜひぜひいろんなものに当たってみてください。結構出てきますよ。if not ね。和訳問題よく登場します。で、forever は珍しい。あんまり出てくることはないですけど、それに対してっていう割合を表す表現だったんで、これをね、訳出するのはなかなか難しいと思いますね。ためにとかさ、交換とかいろんな4あると思いますが、実はこういう表現だったってやつ、酷ですよ。辞書になんかボンと載ってくれてはいないので、結構大変だったと思うんですが、ぜひこういうのもあるんだっていうふうに、ね、参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングもよろしくお願いします。そうでは始まりました。さあ、英文解釈講座になりますね。今回は神戸大学をやっていきたいと思いますね。はい。今回も早稲田法泉寺からお送りいたしております。何をしてるんだって?神戸を垂れてみました。さあ、行きましょう。神戸大学。ね、神の大学と書いて神大と言われるところですね。まあこれ超有名なね、トピックでね、今年は神戸大学も千葉大も出したですね、同じトピックだったんですけど、毎年これ教えることのあるトピックでしょっちゅう出てくるやつですね。で、これ、そう、文脈がね、ないとよくわかんないので、ちょっと文脈切り抜いてきました。実際の長文中の3箇所、1、2、3って繋がってます。The disappearance of bees would cause a severe food crisis.ね、はい。disappearance、はい、消えるよって言ってますね。はい、disappear するんだよ。何が消えるのって言ったら、83が消えますよって言ってますね。で、would cause、こうするでしょう。これを引き起こすでしょうって言ってますね。因果関係を表すやつには、私こうやって矢印書きます、いつも。はい。これを引き起こすかもしれないよ。引き起こすだろう。何をしたら、severe food crisis。crisis 大丈夫ですね。そうですね。危機ってやつですね。知ってますね。あれじゃないですよ。魔女の宅急便じゃ。はい。クライシスを引き起こす。で、クライシスですね。複数形結構知らない人多いんで。そう、知ってます、はい、複数形はクライシスですね。これ間違いないでね。アナリシスとかね。分析の複数形もアナリシスですよね。これ結構間違える人いるので注意します。で、We can fight this problem in our everyday life.by taking steps to combat climate change and pollution. はい、私たちは戦えるよ、この問題と。ね、この問題を解決しようと頑張ることができるんだよ。in our everyday life ですから、はい、毎日の生活の中でですね。一応こういう風に everyday が名詞にかかってる場合ね、everyday life みたいになってる場合は every と day くっつけるっていうのが一応正しい書き方です。それに対して I run everyday みたいな形で私毎日走りますとかっていう時は、まあ副詞として使ってるじゃないですか。その時は一応は every と day は話すっていうのがルールです。まあ守ってない人も多いですよ。実際ネイティブでも守っていないですけど、アカデミックライティングとかではね、気をつけてください。で、by taking steps ね、はい。こういったステップを取ることですね。こうどんどん一歩一歩こう歩いていくわけですけど、これも戦うですね。コンバットゲームありましたよね。で、戦うが、まあ、バットがバトルですね。戦う、クライマットチェンジと、そしてポリューションね。公害です。はい、だから天候の変化だったりとか、ポリューションと戦う、公害と戦うっていう、そういった一歩一歩のステップを取ることによって、私たちはこの B が消えるっていう、その問題とね、戦うことができるんだよって言ってます。まあ、いずれ詳しくやろうとは思ってるんですけど、これ、どっかな?背景知識講座、いずれ詳しくやるんですけども、そうなんですよ。蜂っていうのがいなくなることは、私たちにとって非常に厄介なことなんですよ。蜂って、私たちの食べてるものの相当な割合のものを作ってくれてますから、桃だったりとかさ、リンゴだったりとかって、蜂が蜜をね、持っていくことによって、受粉することによって、実ができてるっていうね、そういうのいっぱいあるんですよ、実は。これ結構知られてないんですけど、そう、だから蜂がいなくなったら私たちの食べ物の相当な割合がなくなっちゃう。だから蜂が消えるのはやばいっていうのはこれ世界的な問題なので、だから入試問題でもよく出るんですよ。なんでこれはちゃんと押さえといてね。だから三橋さん様々なんですよ、私たちね。で、even so, はい、たとえそうだったとしても、we are faced with the questions such as ですね。はい、たとえそうだったとしても、はい、be faced with ですね。私たちは直面してるよって言ってます。まあ他にも confronted with なんていうことができますね。be confronted with。これも front って face と同じですから、表ってやつですね。なんでこれも覚えやすいんですが、直面してる questions。はい、こういった問題に、何って言ったら such as はイコールですから、はい、問題を言ってくれます。で、その問題っていうのが、この are っていうのと are って言ってクエスチョンが2つ並んでいるわけですね。で、そのうちの下が和訳問題になってます。2つの疑問、2つの問題。言えますね。1個目。Are we in time to fix it? Or should we also work on preventing this phenomenon? っていうふうに言ってるわけですね。be in time。知ってますか?これ B 動詞前に出てきてるからちょっとわかりづらいですけど、はい、be in time っていうので、これで間に合うっていう表現ですね。時間大丈夫。で、be in time to do っていう形で to 不定詞でもよく使われるんですけど、その問題を解決するのに私たち間に合ってますかってやつですね。よく make it in time とかってね、間に合うっていう表現使ったりするんですけど、この行くとか来るの make it ですね。なんで、この間に合ってますかっていうですね、その問題があるわけじゃないですか。B がいなくなっちゃってるよっていう問題がある。その B がいなくなるっていう問題を解決する、直すのに間に合ってますか?遅くないですかってことなんですよ。もう、実は手遅れで、このまま行っちゃえば、ミツバチはいなくなっちゃって、私たちのフードクライシスがやってくるっていう状況なんじゃないの?そういう状況なの?そういう状況にまだなってないの?っていうのがここです。で、or should we also work on? はい、これに取り掛かるべきですかですね。はい、何にって言ったら work on preventing this phenomenon。はい、この現象ですね。phenomenon。大丈夫ですね。複数形は phenomena。ですね。フェノメノンズって書くネイティブもいるんですけど、フェノメナが一応正しい。この現象っていうのを防ぐのに取り掛かるべきなのかですね。work on ですね。非常によく使うんですよ。だから work on the project とかプロジェクトやってる。work on the task とかね。そのタスクに取り掛かるとかってすごくよく使えるし、TOEIC とか受けててもしょっちゅう出てくる表現なんですけど、皆さんの英作文に全然出てこないですね。すごく使いやすいんですけどね。で、だからこれ手遅れじゃないの？ちゃんともう間に合ってるの？これを防ぐためになんかした方がいいの？次が Are other animals disappearing that at first do not seem to be essential, yet without whose activity we could not conceive life? はい、どうですか？むずいっすね。そうなんです。これ、できます?では行きましょう。さてさて、わかりますか?これですね。だいぶ厄介なものが入っていないですか?はい。見ていきますね。じゃあ、Are other animals disappearing? って言うとですね、他の動物たちも、蜂以外ですね。他の動物たちも消えつつあるんですか?って言ってますね。disappear 仕掛けてるんですか?っていう風に言ってますね。あ、disappear ですね。disappear 南海大学だと別の単語 V から始まるね。V から始まる単語でよく出てくるんですけど、知ってます?バニッシュってやつですね。はい、バニッシュ。消えかけてるんですか?消えつつあるんですか?で、このザットです。そうですね。あれ?このザットなんだっていうふうに思いましたね。あれ?ディサピアの後ろになんでこのザットなんてあるの?ディサピアザットなんて知らないなって思って、そうです。あれ?って思って、そのいいんですよ、その感覚は。で、ザットがあって、at first、最初は、あ、これも間違いやすいですね。最初はこうだったけど、後に変わったっていう表現ですからね。at first, I liked him とかって言ったら、最初は好きだったけど、その後嫌いになるんですよ。At first, I hated him. 最初は嫌いだった彼がって言ったら、その後で好きになるんです。それが at first ですからね。だから英作文とかで本当にですね、I have two reasons 2つあります。at first って書いてくる人すごくいっぱいいるんですけど、違いますからね。あれは first とか first of all とかってそういう表現ですからね。で、これを取っ払ってやると、はい、ほら、do not seem っていう動詞がやってきますね。seem to do なんとかのようであるってやつですね。ね、なんとかのようであるって言って、ほら、主語ないでしょ?そう、主語ないから、こいつ、関係詞のザットなんですよ。まあ、主格のって主語の役割してるからね。だからそこに気づかなきゃいけない。関係代名詞のザットだ。関係代名詞のザットっていうのは、名詞を修飾しますね。名詞は、アニマルズですね。ほら、離れていても、ちゃんと見えなきゃいけないわけですよ。わかりました?これが重要なんです。disappear じゃなくて、アニマルズとこのザットは繋がるんだって見えたかどうかなわけですね。要素の分離って言いましたね。で、最初はもう欠かせないものに見える。欠かせないように思えないってことですね。最初は、あ、全然このアニマルズって必要ないんじゃないのって思えるんだけど、はい、yet ですよ。yet っていうのは、これは逆説を表しますね。最初はこうだったんだけど、でもっていうので繋がる。ああ、なるほど。繋がりが見え、うわーなるわけですね。without whose 何それ見たことないっていう風になっちゃうとおしまいってことなんですね。うん、without whose activity we could not conceive life っていう風に書いてあるわけなんですが、これ前置詞足す関係代名詞と言われるやつです。はい。で、前置詞足す関係代名詞が出てきた場合は、必ず元の形を考えてください。whose なんだこれ without 前置詞足す whose ってあんま見たことないんだけど元の形に直してください。はい、そうすると whose が指すのはそう同じなんですよ。だって名詞ってここだもんいるのは、ね、同じようにこれもかかります。 other animals ですね。この animals で whose っていうのは、まあ、所有格とかってよく習いますね。 his とか him とか。そうだからここは without their activityっていう意味だと思えばいいです。whose が入ってるからなんとなく、難しそうって思うんですけど、結局はこの意味的にはこの their と変わんないですから。なんで、animals を指してるんで、animals の activity ですね。だから their activity。their activities がなかったら、ほら、このカッコの青いカッコの中でわかりますね。その動物たちの活動がなかったら、家庭法っていうふうにちゃんと気づきましたかってことですね。家庭法発動ですよ。ちょっと佐藤幸雄先生みたいな喋り方になっちゃいましたけど、家庭法みたいなね。そういうことです。ね、なんとかがなかったらってやつでしょ。もし何々がなかったら、その動物たちの活動がなかったら、私たちが生活をどのように生きてるかっていうのをですね、想像できない。conceive。そしてこのコンセプト。名詞形ですよ。そうだから動物さんたちがいらっしゃらなかったら、ね、私たち今どうやって生きてるかっていうのが想像もできないっていうふうに言ってるわけですね。はい。他の動物も消えつつあるの？はい。どういう動物って言ったら、最初は欠かせないようなものには思えなかったんだけれども、その活動がなかったら私たちが今の生活を想像することができない。そういった他の動物も消えつつあるのか、消えかけているのだろうかっていうふうに言うわけですね。わかりましたか？そう、だからミツバチが消えかけてて、最初は、ミツバチなんてね、ほら、もう蜂ズバって刺されて、うわ、痛い痛い痛いじゃないですか。私も子供の頃にね、青森の田舎でね、蜂に追っかけられてめちゃめちゃ刺されて、うわーして、もうトラウマのように、うわーってなったことがありますけど、そういう、なんか害があるようにしか見えないものなんだけど、実はミツバチいないと私たちの食べ物っていうのは手に入らないわけですから、ね、すごく重要なわけじゃないですか。それと同じように、他の動物っていうのも、最初は、全然いらないこんなんね、存在価値なしって思われてるけど、実はその動物たちがいなければ私たちの生活、今の生活考えられないよっていうようなものもいるかもしれないですね。でそれがいて、もしかしたらミツバチと同じように消えつつあるのかもしれないよね。はい、っていうそういった疑問がありますよっていうのがこの話でした。はい、ミツバチが消えかけてるっていうのはよく出るトピックなんで、そこを押さえておきましょう。そして前置詞、関係代名詞、怖くないです。先行詞って言われるかかってる相手を考えて、元の形を考えてやってください。そうすることによって、何わかんないんだけどって思ってたものがいきなり見えてくることはたくさんありますので、はい、ぜひ実践してみてください。はい、この動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では始まりました英文解釈講座、今回も行ってみたいと思います。今回もですね、早稲田法泉寺のスタジオからお送りしております。最近ちょっとね、ドラゴンボールにハマっちゃってでね、悟空の喋り方が面白いなと思ってね、なんかモノマネしてる人もいますよね。面白い見たいが見てーとか、なんかたいがえーになるね、なんとかしてーとか見てーとか食いてーとかっていうやつね。じゃあ今回のテーマは何かってこれですね。否定です。はい、ではいきます。否定に関するものをやっていきたいと思いますね。まずは新潟大学2021年の問題ですね。In the 1960s, Paul Ekman, Ph.D. studied facial expression in remote tribal people and found that there are 6 universal expressions: anger, disgust, fear, pleasure, sorrow, and surprise. ね、はい。で、ポール・エックマンさんっていうのはですね、研究したんだって言ってますね。エックマンさんが研究しましたと。はい。顔の表現ですね。で、誰のつったら remote tribal people ですから、遠くにいるですね、部族の人たち。で、そして found that こうだと分かったよって言ってます。はい、どうだと分かったのって言ったら、はい、6つの universal expressions があると。universal uni っていうのが1個ですね。だから1個だけっていうので、まあ普遍的なってやつですね。普遍的なっていうと、意味大丈夫ですね。いつでもどこでも同じって意味ですね。はい、いつでもどこでも同じで6つ。で、anger 以下って言って、disgust って、ってなってて、fear 怖いよですね。pleasure 嬉しいよって言って、sorrow 悲しいよって言って、surprise 驚きみたいなですね。そういう6つの感情があると。で、the most universal expression of all。はい、全部の中で一番、universal 普遍的だったものっていうのは、the smile であると。はい、笑顔。だったわけですね。スマイルだったわけですね。時代はスマイルだよ。知ってる人しかわからないですが。で、はい、和訳の、はい、出ました。否定語ですね。No society has been found that doesn't respond to smiles in the same way. っていう風に言ってるわけですね。どうですか？これ、できましたか？で、true smiles、本当のスマイルっていうのは、a brief、すごい短い。between 2/3 of a second っていうので、2/3 大丈夫ですね。これ3分の2ですね。はい。これ S つけるの忘れちゃダメですね。1/3 だったらつかないですね。3分の1が1個だからです。2/3 っていうのは3分の1が2個だから。だから S 必要なんですよ。で、over second and 4 seconds って言ってるので、between A and B ですね。まあこれ from A to B みたいなのと近いやつなんですが、だから3分の2秒から4秒ぐらいっていうふうに言ってますね。じゃあ、この和訳の部分見ていきましょう。はい、出てきますね。Our society has been found ですね。はい。社会が見つからなかったよんって言ってます。どういう社会が見つからなかったのって言って、この that が来て、そうですね。これだから found that とかって思っちゃダメですからね。find の目的語。いやいや、受動体になってますから。受け身になったら目的語は減らなきゃいけないんですよ。じゃあこれ何って言った場合ね。ほら、doesn't ないじゃないですか、ここ主語。主語ないから、こいつが主語になってるんですね。主語になってるやつは接続詞さんじゃなくて関係代名詞さんですね。関係代名詞さんが来てるってことは、そうですね、就職してるやつね、がいるはずです。先行詞は、ソサエティですね。はい。離れていても気づけるように要素の分離ってこれ何度もやってますね。ファウンドとくっつけるんじゃなくて、ソサエティとちゃんとくっつけてあげてください。doesn't respond, 二重否定ってやつですよ。はい、二重否定は厄介ですね。respond to smile ですね。はい。スマイルに反応しないね。笑顔に反応する。同じようにって言ってますね。だから、笑顔に対して笑うことに対して、同じように反応しない。対応しない社会は見つかりませんでした。つまりは裏返せば、そう、すべての社会の人々っていうのが笑顔には同じように反応したんだっていうふうに言ってるわけですね。だってユニバーサルなんだもん。全部同じなわけでしょ。いつでもどこでも同じものなわけだから、同じように反応したんですよって言ってるわけですね。だから同じように反応しなかったところはないし、しなかった社会はないですから、全部が同じように言ったんだってことです。はい、どうでしたか？できましたかね？一番素晴らしい役に固定しますんで、まあもう今回は2問あるので、もしかしたらね、別の人と別の人で、それが書かれてるかもしれません。はい、僕が書いてそれを固定してるかもしれませんが、はい、これどうですか？よく出る問題です。二重否定できるようにしておきましょう。はい、それでは2つ目の問題に行ってみますね。2個目は清泉女子大の問題ですね。2019年の問題になりますね。Storytelling is not the quickest or the most efficient way to communicate with other people, but it is one of the most effective ways, and there may be no form of communication that is more enjoyable.という風になってますね。はい。これもまあ否定のポイントで、しょっちゅう出てくるやつなので、あげました。まあこれぐらい楽勝だよと思ってる人もいるかもしれないですけど、非常によく問われるのでやっておきますね。はい。ストーリーテリングですから、はい。ストーリーを話すことですよね。何かしらお話を伝えること。これトピックよく出てくるので、入試問題。知っておくといいですよ。っていうのは、not the quickest ね。一番早いわけじゃないと。クイックの最上級ですね。or the most efficient。最も効率的な方法じゃないよ。何するって言ったら、to communicate with other people ですね。はい。他の人たちとコミュニケーションを取るのに。communicate with 必要ですよ、with。But it is one of the most effective ways。はい。最も効果的であると。ね。効率は良くないけど、効果的だよね。one of the 複数名詞。しょっちゅう出てくるやつですね。one of the 複数名詞で。で、間にこういうふうに最上級が挟まってることよくありますね。most effective が挟まってます。and there may be no form of communication that is more enjoyable。はい。これですね。やっておかないといけません。さあ、できましたでしょうか？見ていきましょうね。はい。There may be no form of communication ですね。このコミュニケーションの形、ないよって言ってますね。で、また誰ですね。はい。主語がないから、こいつが主語になってる関係代名詞ですね。more enjoyable。で、先行詞は必ず名詞ですから、この form of communication だっていうのはわかりますね。これ全然難しくないです。で、訳すときにそう、ちゃんと出せなきゃいけないのは、比較プラス否定ってやつですよ。比較と否定が出てきたら、こいつが一番だぜ、最高だぜってやつね。How are you? とかって、couldn't be better とかっていうの習うじゃないですか。couldn't be better。これ以上ベターなことはないですよ。ありえないですよ。だから最高とかってね、よく習うやつですよ。それと同じです。これもだから、コミュニケーションの形式の中でもっとより楽しいものはないですよ。より楽しめるものはないですよってことは、そうだ、ストーリーテリングが一番だよっていうやつですね。そうだ、ここには、done storytelling っていうのが隠れてるわけなんですよ。で、和訳問題で結構過去のね、いろんな大学の問題見てると、これ入れなきゃダメよっていうところあるので、一応訳の中には入れといた方がいいですよ。だからこれ動画ね、文脈見ないでこれ解いた人ね、無理ですよ。はい。ちゃんと文脈見て解いてくださいね。そう、だから、ストーリーテリングですね。話を伝えること、お話を伝えることほど楽しいコミュニケーションの形式。まあ、意思伝達とかね、いろいろありますけど、コミュニケーション皆様の役で、あ、こんな役あるんだっていうね、多分勉強になると思うので、ぜひコメント欄ね、いろいろ見てもらえればいいんだと思うんですけど、っていうのはないかもしれないってことですね。お話を伝えること以上に楽しめるコミュニケーションの形式っていうのはないかもしれないっていうふうにやってやることができるわけですね。はい。はい、という感じでね、今回はいわゆるここ、否定プラス比較で一番になるよ。これよりなんとかなものはないよってやつね。まあ他にもas asでね、やったりとか、まあ否定の場合だとso asとかって使うこともできるので、There may be no form of communication that is as enjoyable as storytelling とか、that is so enjoyable as storytelling なんていうこともできますね。はい。こういった形で出てくることがあるので、これよりもすごいものはない。これほどすごいものはない。だこれが最高ですみたいなのはよく出てくるので、絶対に押さえといてください。で、さらに、まあ、今回やったこの否定プラス比較、そして二重否定ですね。これらも狙われやすいトピックになりますので、必ず押さえておくことを忘れないでください。はい。こんな感じでね。やっぱり今までやってきて分かったと思いますけど、そうなんですよ。まあ、今回もこれ否定と要素の分離出てたじゃないですか。否定って問われやすいんだな。要素の分離って問われやすいんだなって分かったと思います。そうなんですよ。問われやすいところってやっぱりあるんですよ。なんで、そのよく出るトピックとかね、狙われると困るところみたいなのを授業ではね、やっていきますので、ぜひともね、あ、そうか、こんな風に出題されることがあるんだっていうのを押さえておいてください。今後もね、やっていきますけど、否定とか比較難しいよって大丈夫。まだまだいっぱいあるから。ね、この2021年とかさ、2019年とか最近の問題をやってるわけなんですけど、よく出てくるんですよ。なので、また今後も出てきますので、ぜひとも対応できる力を身につけてください。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、クラウドファンディングも絶対見てくれよな。見てくれよなじゃなかった。絶対してくれよな。では始まりました。英文解釈講座になりますね。さあ、今回も早稲田法専寺からお届けしております。前回やった否定と比較の続きをやっていきたいと思いますね。そうです。皆さんが大好きな項目をやっていきたいと思いますね。そうです。目くじら立てずに聞いておいてくださいね。では行きましょう。ひょーご県立大学やっていきたいと思いますね。はい。ちょっと最近 YouTube でね、格闘ゲームばっか見ちゃうんで、どうしても結構ストリートファイターのね、やつ見ちゃってね、バルログ。バルログでもね、英語版ではベガなので、はい、名前が違うっていうね。はい。では、いきます。We agree that it is difficult to get others to change, so we must change ourselves to get along with our unchanging family members and friends. ですね。はい、みんなこれに賛同しますよね。ってね。はい、みんな賛同します。はい、何に賛同するのって言ったら、It is difficult. 大変だよ。to get others to change. そうですね。他の人を変えるのって大変。うん、get人to do ね。はい。そうだよね。大変だよね。もうこの世の中みんなコンサバの塊ですから、特に日本なんてね、なかなか変わらない人が多いね。この時代がこう変化していくのについていけなくて、みたいにね、なっちゃう人多いと思います。なかなかやっぱりね、既得権益とかっていうのは変えない方が、それを持ってる人たちにとってはいいわけですからね。So, we must change ourselves. ね、はい。だから、私たちは自分たちを変えなきゃいけないと。to get along with our unchanging family members ね。変わってくれないファミリーメンバーズ、家族の人とか友達とうまくやっていくために、はい、自分を変えなきゃいけないんだって言ってます。で、change is no less difficult for us than it is for them, but it is possible っていうふうに言いますね。そうです、これですね。ほら、no less than っていうのが登場しました。いよいよ、クジラ構文を説明していきたいと思います。はい。ジーニアスですね。辞書に載っている例文たちから、一体この構文って何なのかを探っていきましょう。はい。まず1個目が、His new movie is no more interesting than soap opera. ちょっとソープオペラに失礼な分ですけど、はい。これどういう意味だかわかります？彼の新しい映画っていうのは、はい。面白かったんですか？面白くなかったんですか？どっちなんですか？これね、面白くなかったんですよ。はい。まあ私がいつもね、書くやつなんですけど、はい。マイナスとプラスを考えてください。はい。マイナスとプラスで、マイナスとプラスをかけて、マイナスです、これね。はい、だから、面白くなかったって書いてあるんですよ、これね。そのムービーは面白くありません。で、段があって、ソープオペラ。そう、段ってね、よりもっていう風にね、考えてる人が多いんですけど、段って比べてみたいなもんなんで、だソープオペラと比べてっていうことなんですね。で、ソープオペラと比べて面白くなかったって言って、で、比較の前にある。ここは差を表す表現なんですね。差がどれぐらいあるかを表すやつです。だから、much more とか、much more interesting って言ったら、それよりずっと面白いよですね。a little more interesting って言ったら、それより少しは面白いよってことですね。で、なんでその差を表す部分に no が来てるので、差がないってここには書いてあるんです。差がないよって書いてあるんで、差がないってことですね。ソープオペラと比べて、差がないんですよって言ってるから、ソープオペラと同じダーンってことですね。そういう意味です。なんで、メロドラマとかっていうんですか、朝のやつね。朝じゃねえや。昼のドラマね。韓国だとね、あっちのドラマ、朝ドラって言うんですけど、お昼の時間にやってるドラマ、最近少ないですよね。昔は必ずお昼の時間って、ドロドロのですね、人間模様を描いたドラマやってたんですけど、で、そういうのをソープオペラって言います。で、そこは、いわゆるおばさま方ですね、が見る時間帯のドラマなんで、その時間帯って、いわゆる CM にソープですね、石鹸の会社っていうのがなることが多かったから、だからソープオペラって言うんですね。日本でもそうでした。今はわかんないですけど、昔はライオンとか P&G とかさ、ああいうお昼って、やっぱりこの奥様方が見るので、奥様方へ向けての商品を売ってるところがスポンサーになることが多いんで、そういうドラマですね。奥様方っていうのはドロドロの愛憎劇みたいなのを見たいわけですよね。ってことで、そのドロドロの愛憎劇のそのメロドラマと同じぐらい面白くないんです。だからこれ。だからこれソープオペラもこれマイナスなんですよ。面白くないって書いてあるんです。ね、ソープオペラ面白くない。そして彼の新しい映画も面白くないって言ってるわけですね。だから彼の新しい映画っていうのはメロドラマと同じぐらい面白くないんですっていうふうに書いてあるわけですね。で、これ気をつけなきゃいけないのは、いつも言うんですけど、ここに置けるものは前提です。大前提が来ないといけないので、それ間違えないようにしてください。どういうことって言ったら、もうソープオペラってものはつまんないんだっていう前提があって、これ話してるわけですからね。だから逆にはできないんですよ。ソープオペラ is no more interesting than his new movie っていうふうにはいけません。そうしたら、ソープオペラっていうのは彼の新しい映画と同じぐらいつまらないって言われても、彼の映画はまだつまらないっていう前提がないと分かんないわけですね。だからそれ知っといてくださいね。そこ何でもかんでもできるわけじゃないです。まあそもそも英作文で書く人いないと思いますけど。あ、ちなみに私はソープオペラ好きですからね。ドロドロの模様。はい。じゃあ続いての文ですね。I can no more leave Max than I can fly to the moon っていうですね。さあ、これもどうですか？この can と一緒に出てくるやつとかもね、例文で出てきたりすることがあるんですけど、Max をリーブすることはできない。もうマックスほったらかすとか、マックスとお別れすることなんかできないよって言ってるわけです。で、どっちだったっけってなったら、さよならするの、さよならしないのってどっちなのって思ったら、はい、そうですね。さっきと同じようにやればいいわけですよ。否定と肯定があって、否定と肯定をかけたらマイナスです。はい。だから、マックスをリーブできないって書いてるんですよ。で、また同じですね。はい。比較の前にあるやつは、no だから差がないと。差がないですよと書いてあるので、これと比べて差がありません。だからイコール関係ですね。で、I can fly to the moon。はい。ムーンに飛んでいけませんね。そうですね。これだからいけるじゃないですからね。私が月に飛んでいける可能性と同じぐらいなんですよ、これね。だからいけないってことですかね。そう、だから私は空に飛んで、月に飛んでいくことなんてできないのと同じように、マックスとお別れすることなんかできないよってことなんですよね。はい、わかりました？いや、わかんないじゃん。この愛がもしかしたらね、前澤さんで月に飛んでいくかもしれないじゃないですかと言われても何も言えねえ。はい。だからこっちははい、だからさっきも言いましたね。大前提です。はい。普通、月に飛んで、大前提って書いちゃった。はい。普通月に飛んでいくことなんかできないじゃないですか。はい。月に飛んでいくことができないのと同じように、マックスとさよならできないっていうことだったわけですね。はい。もうこれで慣れてきましたね。だから、こやつがどうなるかわかりましたね。A whale is no more fish than a horse is っていうのがわかるわけですよ。同じように、はい、マイナスとプラスがあるマイナスとプラスをマイナスですから、だからフィッシュじゃないって言ってるわけですよね。クジラは魚じゃありませんって言ってます。で同じようにまた差がないですから、ホースがフィッシュさんではありませんってことですね。馬が魚じゃないのと同じようにクジラは魚じゃないですよってことです。これも分かりましたね。そう、こっちが大前提なわけで、わかりました。こっちが大前提でしょ。だって馬はどう見たってフィッシュじゃないでしょ。クジラは見た目フィッシュじゃん。見た目魚でしょ。だからこれを逆にすることなんかできないわけですよ。大前提としてもう馬は全然クジラじゃないわけですよね。だからそれと同じで、実はクジラさんも哺乳類で魚ではないんですよ。魚類ではないんですよ。ギョ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 っていう、そういう話だったんですよ、これって。知ってました？そう、だからこれよく逆に書いてる人とかいるんだけど、ね、A horse is no more fish than a whale is とかって言えないですからね。ウェールが魚じゃないっていうのが大前提ですね。クジラが魚じゃないっていうのが大前提になっちゃう。いやいやいや、見た目魚じゃんっていうことなんですね。だからこれ逆にすることできないです。で、結構ありますよ。学校の宿題のプリントとかで、いやいやいや、違う違う違う。これ全然大前提になってないっていうね、英文書かれてたりするんです。そう。C が D でないのと同様に A が B でないとかっていう風に丸暗記するのでは実は使えない表現なんですね、これね。じゃあこのノーレスっていうのはどうなのかっていうのを見ていきましょう。はい、という感じになりますね。はい、チェンジっていうのがさあどうなのっていう風に見ていくわけですね。変化っていうのが、はい、難しいの難しくないのどっちっていう風になってます。で見てみるとノーレスですね。はい、否定語プラス否定語ですね。これ減らないっていう意味ですから、だからプラスになるんですよ。はい、ハエの顔っていつも言うんですけど私はね。はい、だからこれだから難しくならなくないよ、だから難しいよって書いてあるんです。で私たちにとって難しいよ変化っていうのはって書いてる。でさらにさっきやりましたね、比較の前には差を表す表現が来て差がないでしたね、これね。差がないってことはこいつと比べて差がないよ、だから同じだよって言ってるわけですよ。はい、It is for them って書いてあるから、そうですね、彼ら変わらない家族とか変わらない友達ね。変わらない友達にとっては、change っていうのは難しいわけじゃないですか。ね。当たり前です。変わらない人たちなんだから。変わらない家族とか変わらない友達にとって変化っていうのは難しいのと同様に、私たちにとっても難しいんだよってことですね。私たちにとってもその難しさっていうのは減らない。だから変化っていうのは私たちにとっても難しいんだよって言ってるわけです。でも、難しいんだけど、可能ではあるよってことですね。で、私たちが変わることはできるんだよっていうわけです。はい。で、最後。で、最後は Let's explore ですね。はい、見てみましょう。explore 探求してみましょう。なんで、Why change even for us? ね、私たちにとってさえもなぜ変化っていうのがとっても大変なの、そんなに大変なのかを見ていきましょうっていうふうにね。まあこれは読解の授業じゃないからこの後進んでいくのはやらないですけども、この後になんで変化することっていうのは難しいのか、我々っていうのはなぜ変えることができないのか、変わることができないのかっていうのが書かれているんだなぁと分かることができるわけですね。という感じですね。そうなんですよ。変わっていかなきゃいけないんですよ、この世の中ね。でもなかなか人っていうのは変わることができないわけですね。はい。でもね、私はそれを変えていきたいと思って、今、こうやって行動をしていってるわけですね。さあ、うまくいくかどうかはわからないですけどね。変わらない方がいいこともあるかもしれないですけど、変化を恐れずやっていきますので、応援してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、クラウドファンディングもよろしくお願いします。今、行動して変えるんです。No more reasons to eat. Our whale is no more a fish than the horses. Our whale is no more a fish than the horses. Our whale is no more a fish than the horses. では始まりました英文解釈講座になります。今回も早稲田法泉寺からお送りいたしております。さあやっていきましょうね。今回は食べ物に関するやつですね。じゃあやっていきたいと思います。さっきゅう意味わからん。急にさあ砂丘にやってきましたけど、そうですね、鳥取です。やっていきたいと思います。鳥取砂丘ってことですけど、そうね、子供の時これ鳥取って呼んでましたからね、私ね。はい。鳥取って知らなかったですけど、さあ、見ていきますね。back in the 90s、back in the 90s とかって言いますね。back in the day、あの頃は、みたいな感じでね。いいんですけど、はい、90年代は、there was nowhere to cover all the items I used to eat continuously。ね、私が、もう続けて食っちゃう。よく食っちゃってた。食べ物、商品をカバーする言葉はなかったよって言ってますね。はい。だからまあ全部を表す単語なんてなかったよって言ってるわけですね。Some of the things I overate。はい。overate ですね。たくさん食べちゃったってことね。食べ過ぎちゃったのは potato chips。なんかね、元々の英文 crisps ってなってましたけどね。あ、そう、ポテトチップのことですね。or chocolate or fast food burgers could be classified as junk food。そうですね。ジャンクフードですね。classify A as B ね。はい。クラスに分けられる。そういうふうに分類されているよってことですね。ジャンクフードとして分類されてた。But others、他のもの。such as bread and cereal。ブレッドとか cereal。っていうのは were more like essentials。ね。そう、essential。まあ、欠かせないものだっていうのに分類されてたわけですよね。なんかね、全然違う単語でしたけどね、元の英文は。すごい難しい表現を使ってたと思うんですけど、鳥取大学を書き換えてました。で、these various foods seem to have nothing in common, except for the fact that I found them very easy to eat a lot of, especially when sad. はい、構文的には非常にいいもんですね、これは。まあ、訳せる人は結構多いと思います。多いけど、はっきりと、あれこれどうなってんのって思っちゃうところがあるので、そこをちゃんと見ていきましょう。では見ていきますね。はい。These various foods ね。はい。こうやって出てきた様々な食べ物っていうのが seem to have nothing in common ですね。have なんとか in common ね。はい。共通してるわけですよね。だ have something in common とかね。いうのがあったりとか have little in common っていうので共通点がないように思えたよって言ってるわけです。さっきのジャンクフードだったりとか cereal とかね。そういう共通点がないように思えた。はい、これを除いてはって言ってます。except for the fact that ってですね。堅苦しい表現ですよ。わざわざこんな長ったらしくやんなくてもいいのに。はい。わざわざやってますね。except for the fact that っていうのはこれを除いてはっていう意味です。で、一応は except for っていう前置詞があって、the fact that があるわけですね。同格の that ってやつですけど。で、I found them easy。その食べ物ですよね。が、easy であると。to eat a lot of ですね。たくさん食べるのに。で、何これa lot ofのこの後ろがないじゃんっていうことに多分気がつくと思いますね。なんでってなるんですが、はい。じゃあ考えてみますが、はい。O と C にはどういう関係が成り立ちます？そう。手術の関係っていうのが成り立ちます。だから元々の形を考えてみると、これが them っていう代名詞になってるか分かりにくいんですけど、そうさっき出てたこの various foods ですね。食べ物です。だからこの食べ物っていうのが、たくさん食べるのが簡単ってことなんですが、ここの部分を変えてみますね。手術の関係に成り立つので、この them easy っていうのが they are easy の関係ですね。まあ過去の話なんで they were なんですけど、で、これが指してるのはfoods ですから、those various foods ですね。ちょっとまあ分かりづらいので foods だけにしますね。で、過去にするとまたそれも分かりづらいので、はい、読めますかね。ちょっとこれ書くのかなり大変なんですけど、この形になりますね。いわゆるそう、タフ構文ってやつですよ。知ってます？食べ物。っていうのが簡単。はい。Foods are easy to eat a lot of っていう風になるわけですね。これは元々の形を考えてみればいいんですけど、だから何でもいいですけど、Other is difficult to please とかね。喜ばせるのが難しい。Further is easy to please ね。喜ばせるのが簡単ですとかね。あれと同じです。で、easy to please の please の後ろをかけなきゃいけないですね。それと同じようにここもかけなきゃいけないです。この a lot of の of の後ろをかけてないといけないわけですね。そう、わかりづらいですね。で、これ it to verb に書き換えられますよとかってね、よく習うと思うんで、それで書き換えてみるとよくわかります。はい、というふうに、It is easy to eat a lot of foods っていう形になりますね。G 書くのめちゃめちゃ大変なんで、これ。たくさんのフーズを食べるのが簡単ですっていうふうになりましたね。そうそうそう、こういうことです。で、まあこれと違いとしては、タフ構文の方がですね、it to よりもこっちに焦点が当たってるってよく言われるんですけど、だからたくさん食べるのが簡単な食べ物です。みたいなね。そういうことで、食べ物っていうのに焦点が当たってる感じ。で、こっちだと、たくさんフーズを食べることは簡単です。みたいな感じになるわけですね。はい。なんで、これで分かりましたね。そういうことです。だから、この a lot of の of の後ろが欠けてたんですよ。あそこもね。そうだ、a lot of these various foods っていう風になったんですね。だから、はい。このたくさんのこの a lot of のこの後ろに欠けているのは、こいつなんですよ。でこれだと分かりづらい。どうしてかけてんのっていうのが見えないんだけど、実はさっきのタフ構文で These various foods are very easy to eat a lot of っていう風になってる。だからつまり It is very easy to eat a lot of these various foods っていう関係が出ているんだって分かるわけですね。When sad はい、これも省略が起こってるので分かりづらいんですけど、そうはい、分かります。これ省略されてるのはそう When I was sad ですね。悲しかった時にいっぱい食べちゃう、ね、いっぱい食べるのが簡単だったよっていうことを除いてはねっていうことです。悲しい時にいっぱい食べちゃう、チョコレート食べちゃうとかシリアル食べちゃう、パン食べちゃうとかっていうのが簡単だなっていうことを除いて、まあ分かったって入れても入れなくてもいいんですけど、ファウンドって大体ね、簡単だという事実を除けば共通点がほとんどないように思えた。ってことですね。これらの様々なフードが。っていう文でした。はい。だからきっとこの後には共通点が出てくる。これらをまとめて呼ぶ呼び方とかが出てくるんじゃないかなってね。炭水化物とか出てくるのか、糖質というのが出てくるのかわかんないですけど、そういう話になるんだなっていうのがわかると思いますね。はい。ですね。まあこのタフ構文は分かったと思うんですが、せっかくなんでこの except についてちょっとやっていきましょうか。except for ですね。で、except と except for の違いが分からないって結構言われたりするんですけど、基本そんなに注目する必要はないというか、そんなに考える必要はないんですけど、ただ使い方の点で一応知っといた方がいいなっていうのがあるので説明しておきますね。except と except for、基本的にこの nobody とか everybody とか all とかですね、no とか全否定というか全肯定みたいなのが来てる場合は同じようなものだと思えばいいです。Nobody came except John って言ってもいいし、Nobody came except for John って言っても同じです。ジョンを除いて。で、ここにほら、No っていうね、否定が入ってる。だから、ジョンを除いて、来た人はいませんでした。だから、ジョンだけ来たってことね。やっぱこう、否定とね、関わってくると本当にめんどくさいわけですよ。だから、今回はね、この否定と except っていうのをやってるわけですが。で、下は Everybody came except John。って言ってもいいし、everybody came except for John。で、この場合っていうのは、ジョンを除いたみんなが来ましたっていうことですね。大丈夫ですね。はい。だから、ジョン以外がみんな来た。はい。どちらもジョン一人ぼっちです。っていうことですね。で、こういうふうに nobody とか everybody とか all とかですね。all the students came except John。all the students came except for John っていうふうに言えるわけです。こういうふうに同じように使えるんだと思って、で、あとは文頭に出てきた場合は、except for だけです。except は使えないんで、except for John, nobody came 言えます。except for John, nobody came と言えても、except John, nobody came とは言えないわけですね。だからこれが使い方の違いなんで、この辺のことは、まあ、ライティングする人はですね、気をつけて覚えておいてください。こことか特にね、使っちゃいそうじゃないですか。で、細かい意味的な違いとかはあると思うんですけど、それは非常にややこしいと思うので、使うときに大変だと思うので、だから、no とか every とか all とか入ってるとき、どっちも使えるぞ。文頭の場合は except for しか使えないんだっていうのは押さえておくといいと思います。これだけでね、ライティングだいぶ楽になると思いますので、ぜひこういった知識も利用してみてください。はい。この動画良かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。クラウドファンディングも忘れずに。そうでは始まりました。英文解釈講座になりますね。はい、今回も早稲田高専寺からお送りしております。え疑ってるんですか、ここ早稲田法専寺じゃないんじゃないのってね、思ってる人いるかもしれないですけど、本当かいって思ってるかもしれないですけど、本当大、さあ本当会大学行ってみたいと思いますね。はい、東海大の医学部ですね。やっぱね、医学部はレベルが違う。レベチって言われるだけあってですね、もう全くもって異次元になりますので、やってみたいと思います。Pink Himalayan salt is a pink-colored rock salt that comes from mines in the Punjab region of Pakistan という形で、Pink Himalayan salt っていうのがまあ名前なんでしょうね。ヒマラヤにある塩であるとか、まあこんな感じですね。はい、今、写真。で、それがピンクカラーの rock salt で、that comes はい、来るよ。はい。たらどっから from mine ですね。はい。まあ、鉱山だったりとか、そういうとこから来てるよ。パンジャーブですから、パンジャブ地方ってやつですね。まあ、世界史とかやってる人だったらね、パンジャブとか、まあ、チリの人も知ってるかもしれないですけど、で、パキスタンですね。パキスタン。そこから出てくるって言ってるわけですね。で、和訳に入って、believed to have been formed millions of years ago from evaporated water.The salt deposit is considered one of the most ancient in the world. まあ、問いたいポイントが入ってますね。はい。うまく訳せたでしょうか。では見ていきましょう。構文。はい。そうですね。では、見ていきましょう。はい。believed to have been formed millions of years ago. 何百万年前に formed 形作られたと信じられている。まあ、これ、塊ですね。ここからここまでが塊で、集積の主語っていうのがここですね。The salt deposit is considered. で、一応日本ではまあこの主節の SV ってやりましたね。覚えてますか？接続詞や関係詞がくっついてないやつのことを主節だって言いましたね。主節の前は塊で一応副詞になるっていうのがまあ日本での習うやつですね。で、そういうのをこう ing とか ed とかですね、括弧分詞とか来てるやつのことを分子構文っていうふうに習うやつですね。もうやだよ、わかんないよっていう人が多いやつなんですけど、まあほら ing とか ed とかね、そいつが頭に来てる時ですね。あ、頭に来てると怒ってるわけじゃないですよ。はい。で、頭に来てる場合に、時、理由、情報、条件、二人状況とかって覚えるんですけど、とりあえずまずは手で言ってみましょうっていう風によく習うよね。信じられていてだと思っとけばいいです。で、それ大体いくでしょ。ここがね。信じられた時とか、信じられているのでとかっていうのは考えなきゃいけない時はありますよ。確かに和訳問題。で、まずは手でやってみます。で、重要なのはここの、まあ一応 V と書いておきますけど、いわゆる分子構文と言われるやつは、主節の主語と主述の関係が成り立つね。SV 関係、主述の関係が成り立つよっていうのは、これが大事ですね。だから思われているものは、この salt deposit であるっていうのが分かんないといけません。だから this salt deposit is believed to have been formed っていう、そういう形になってるっていうのを分かってください。で、この塩の堆積物。ね。deposit、D が下、posit、奥ですね。ポーズと同じですけど、この塩の堆積物っていうのは作られたと思われてるよって言ってますね。is believed to have been ですから、この時制がですね、この to have 過去分詞っていうのは1個前になるってやつです。なんで、この信じられているのと作られたのは作られた方が前なんですよ。なんで、そうでしょ、何百万年前。ほら、顎ってついてるからね。過去の印ついてますから、作られたんだよ。何から作られたのかって言ったら、from。evaporated ですね。evaporate って知ってますか？蒸発するってやつですね。お母さんがいないよ。違いますよ。はい。蒸発した水からって言ってますね。だからまあ、いわゆる海水なんていうのはそうですよね。乾いたら塩が残るじゃないですか。水分は抜けて塩の塊だけが残るとか、ああいうやつです。だから何百万年も前に蒸発した水から形成されたと思われていてとかってやればいいですね。この塩の堆積っていうのは、こうだっていうふうに信じられていて、こうだとみなされているですね。はい。SVOC の受け身ですね。だから、能動体直せば、they consider the salt deposit one of the most っていう風になるわけですね。で、one of the 複数名詞です。超重要ですね、これ。one of the 複数名詞って、もうこの the が抜けたりとか、複数形の s が抜けたりとかっていうのでよく問われるやつです。ないじゃないですかってね、ここ。複数形ないじゃないですか。ancient って形容詞じゃないですかってね、思ってる人いらっしゃると思うんですけど、だからこれ省略されてますね。one of the most ancient salt deposits ですよ、ここに入ってるのは。ちゃんと one of the 複数名詞になってます、これ。で、2回 salt deposit というのが、まあ、かっこ悪いとは言わないですけど、言わないで省略してるってやつ。だから、salt deposits の中で、最も古いもののうちの一つであるっていうふうに見なされているよって言ってるわけですね。だから、世界でって言ってるわけですね。はい、だからこの塩の体積っていうのは何百万年も前に蒸発した水から形成されたと信じられておりとか思われており考えられており世界で最も古い堆積物の塩の体積の一つであると見なされているっていうふうにやれば OK です。はい。できましたか？まあ、この consider とか one of the most ancient ですね。後ろが省略されてるとか分子構文とかっていうのが狙いでした。はい、で、続きいって、Pink salt is typically extracted by hand。手で extract っていうのが、X は外、tract っていうのが引くですね。なんで、抽出されるっていうですね。typically。大体こうやって抽出される by hand、手で。and possesses many other minerals。多くの他のミネラルを含んでいますよ。that are not found in other types of salt。他のタイプの、他の種類の salt、塩にはないようなミネラルが見つかるよって言ってます。Its pink color indicates そのピンク色っていうのがこれを示している。Its mineral content and depending on the variations and the ratio of the minerals contained, it comes in slightly different colors. この文自体がちょっと難しいですね。やっぱりね。医学部の問題ですから。はい。そのピンクカラーっていうのが示しているミネラルコンテンツを示している。ミネラルのその中身を示していますよ。で、depending on これに応じてこれに伴ってっていうですね。So variations and ratio ですね。種類と variation と言いますね。日本語でも。種類と ratio 割合です。これが一人でね。of the minerals ね。contained 含まれているですね。含まれているミネラルの種類とか割合に応じて、はい。slightly different colors カラーが違った色で来るよってですね。だから色が異なるよっていう意味です。はい。だからいろんな、ね、ミネラルが入ってて、その種類だったりとか割合によって色がちょっと変わるんだよっていうふうに言ってるわけですね。These trace minerals are often perceived as making this salt a healthier alternative to regular table salt, which is refined through a series of processes. はい、これもいい問題ですね。同じようなポイントが実は問われてたりもしますが、これ和訳できました？はい。こんな感じになりましたね。はいはい。見ていきますね。The trace minerals。まあ、trace minerals。これはめんどくさいというか難しい表現ですね。まあ、ここはできなくてもしょうがないと思います。追跡ミネラルとか意味わかんないですし、後のミネラルってよくわかんないなって言うんですが、これ少ないって意味です。少量の、ちょっとしかないよっていう意味の trace です。まあ、だから残り物、残ってるものっていうね、後にあるものっていうとこから少ないって意味なんですよ。で、その少ないミネラルっていうのは、often perceived こうだと見なされることがよくありますよって言ってますね。まあ、自覚されるでもいいんですけど、後ろに as 来てますから、これ A as B の形取ってますね。まあ、これはよく出るんだって前にも言ったと思いますね。regard A as B とかですね。think of A as B とか、look on A as B とかですね。みなす系っていうのはめちゃくちゃよく問われるんですよ。だからさっきのね、consider のね、みなす系ですね。あれは as 入ってないですけど、よく問われるので、はい、やります。これ東大もめちゃめちゃ好きです。で、この as の場合ですね、普通前置詞の as とか、まあ前置詞って言われるやつですけど、前置詞の後ろには名詞が来なきゃいけないんですけど、この as の場合は別にですね、形容詞を置いたりとか、別の形を置くことができます。で、まるで is のように働く、be 動詞のように働くっていうふうに言われてます。be 動詞の後ろから ing を置いたりとかさ、ed を置いたりとかさ、いろんな形が来るじゃないですか。それと同じように働くって言われてるんですね。まあ、とにかく、こうだって見なされると。はい、どうだって見なされるのって言ったら、こうしてる風に見なされますよ。このソートを、より healthy ですね。健康的な代わりのもの、alter 変えるですね。alternative。まあ、形容詞でも名詞でもよく使うやつですね。オルタナチャンネルじゃないですよ。はいですね。はい。何の代わりですかって言ったら、これ to がついてますね。これの代わり。あ、table salt ですね。食卓へですね。食卓に置いてある塩です。regular 普通のですね。あるある探検隊じゃないですよ。あるあるだからレギュラーなのか、あれ。今気づいた。はい。で、その食卓園って一体どんなもんなのって言ったら、ウィッチが説明します。はい、こういう食卓園さんだよ。Which is refined。はい、refine 知ってますかまたファインにしていく、どんどんファインにしていく、純化していくってことです。だからまあ生成するとかってよくですねもうお前となんかお別れだよ、生成だよじゃないですよ、ね、生成する、仕様を生成する、あそれよりちょっと略語で書いちゃいましたけど、そうアメリカとかねドライブスルーとかってこうやって書いてるんですけど、 A series of processes ですね、何度もその一連のその加工のプロセスですねを通ってその純化されている、生成されている食卓園の代わり、それよりも健康的であるってことですよね。で、A series of 大丈夫ね。A がついてるけど S 必要ですからね。A series of してます。一連のとかって言って、A series だと思ってる人がね、いるんですよ。結構ですね。違いますからね。これ、series ですからね。あ、今、Mac 使ってる人、Siri 起動したでしょ。英語版じゃないと起動しないか。ね、で、of processes ですね。はい。A series とか、A means とかね。手段の、あれもよく出ますね。単複同形、単数形も複数形も同じ形ってやつですよ。A species とかもそうですね。A species、種族ですね。To species、同じ形ですね。To means、同じ形ですね。あれです。はい。ということで、その一連のですね、プロセスで生成されている普通の食卓園のより健康的な代わりになるって言ってるわけですね。このソルトが、ね。その少量のミネラルが、これいろんなプロセスによって生成された普通の食卓園のより健康的な代わりとなる、この塩を代わりとなるものにしてくれているんだというふうによく見なされるっていうふうにやれば OK です。はい。皆さんもっといい役書けましたか？ぜひね、コメント欄に書いてですね、自分の役でイエイマウントを取ってやっていってください。サマソート！あ、全然できなかった。はい。ということでですね、今回もですね、ぜひ役に立ててもらえればいいんじゃないかなと思いますね。このやっぱ SVOC 非常によく問われるので、今回もここにも SVOC いたし、この SVA as B の受け身っていうのは、まあまあ SVOC と似てますし、Consider の SVOC とかもね、非常によく問われるんですよ。なので、今回はそれらを扱ってみました。はい。皆さん解けたでしょうか？この動画良かったら、高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングも忘れずにお願いいたします。そうだ。さあ、始まりました。英文解釈講座になりますね。今回も早稲田高専寺からお送りいたしております。今回もですね、かなりレベルが高いです。ぜひですね、予習することをお勧めいたしますね。なぜかっていうとですね、本文が結構大変。やっぱ単語のレベルがスーパー高いので、ちょっとその辺がね、大変だと思うんですが、やってみましょう。では、いきますよ。兵庫県立大学2回目ということですね。はい。兵庫県立大学、またもややってまいりました。黄色を映した。はい。で、ね、はい、ちょっと顔。で、兵庫県立大学ですが、今回はですね、別の長文ですね。別の長文の和訳を持ってきております。まあ、2つとも良かったですね。長文2つあって、2個ともいい問題だなと思って、で、こっちの方が難しいんで、後に回しました。今回のやつは結構、総計とかにも役立つかなって思いますね。表現とかね。下線部以外のところで結構役立つと思いますので、では見ていきましょう。Last year, in Bolsonaro's first year in office, deforestation soared 85% in the Brazilian Amazon to 10,123 square kilometers of forest. はい。ボルソナロさんですね。はい。知ってますか？これブラジルのですね、大偉いさんでございますよ。で、結構トランプがいた頃はトランプと並列されることが多かった人ですね。独裁者的なんですね。まあだからカリスマ性もあるんで、熱狂的ファンがいるみたいな感じで、よくトランプと例えられていた人なんですけど、で、それの first year in office ですね。まあ大統領のポジションについてですね、ブラジルの。それの1年目ってことです。で、deforestation ですね。はい。deforestation は知っておいてください。森林伐採ですね。forest、ほら、森じゃないですか。はい。私もそうですけど、その森がなくなっちゃうんですよ。っていうのが soar。はい。soar は出てくるので、知っておいてくださいね。急上昇するですね。こう、ブワンと上がるのを soar っていうので、これは本当によく出てきますね。まあ、難関国立、そして次第でも非常によく出てくる単語なんで、持っておきましょう。で、84% ですね。はい。85% 上がりましたってことですね。まあ、increase とかとも使われますね。increase 85% みたいな形なんですね。で、倍をくっつけても大丈夫ですかね。変化を表すときのこの差の倍が問われることになりますね。だから、soared by 85% でも構いません。で、その倍は取れちゃうので、increase by 85% でもいいし、decrease なんかでもですね、decrease by 85%、decrease 85%、同じ意味です。で、85% は上がったと。すごいですね。そんだけ森林伐採されちゃってるんですね。で、ブラジルアンアマゾンですね。ブラジルのアマゾン。まあ、だからほら、昔はアマゾンって言えばそこのアマゾンでしたけど、今最近はオンラインショッピングのアマゾンが強くなったんで、だからブラジルアンアマゾンとかって書かれることなんですね。で、ここまで行ったよ。ってですね、はい、どんだけ行ったのさら、10,123 square kilometers ですから、はい、こんだけ行きましたと。1万平方キロメートルのもう森林が破壊されたと。もう想像しづらいですね。1万平方キロってどんだけなんだっていうぐらいですけど。で、それが、まあ、イメージしづらいので、次に説明してくれてますね。That loss、はい、そのロスっていうのは、nearly the size of Lebanon って言ってますね。はい、レバノンの国ぐらいあるんだって言ってますね。その失われた森林の大きさが。だ国ぐらい。で、レバノンがわかんないですね。はい、レバノンがこちら。はい。ね、で、これぐらい減ったと。They fueled worldwide alarm over the future of the rainforest, seen as vital to curbing climate change ね。はい、この辺も難しい表現がね、すごい多いじゃないですか。だからこれもちょっと覚えておきましょう。これも次第系の人たちにもとっても役立ちます。まず fuel ですね。これも非常によく出てきますね。早稲田や慶応にも登場することが多いですね。fuel っていうと、ほら、名詞の場合知らないですか？そう、燃料ですね。だ燃料なんですけど、動詞の場合はですね、こう火が燃えていたらですね、それにこう燃料、油を注いでるイメージを持ってください。ね、火に油を注ぐっていう感じです。大体なんかで、ね、恐れている心配とか fear とかがよく出てくるんですけど、後ろにですね。だからその恐れにですね、こう拍車をかけるというか、さらにですね、こう燃料を与えてそれが燃えるようにするみたいな感じなんで、だからこれほら、アラームですね、恐れでしょっていうのがブワーってさらに上がるようにしてるよっていうふうに言ってます。over the, そうですね、この over っていうのはですね、対してって意味の over も必ず押さえておいてください。この未来に対しての the future of rainforest ですね。こう熱帯雨林ですね。こう熱帯雨林の未来に対しての恐れ。で、その熱帯雨林っていうのは、こうだっていうふうに見なされてるわけですよ。seen as vital ですね。はい。これ、まあ、何度もやってますね。SVOC で、あ、この SVA as B ってやつね。VA as B ですね。こうだと見なされる CA as B の受け身です。こうだと見なされている。vital っていうの、ほら、形容詞ですね。as の後ろ、前置詞なんだけど、後ろ形容詞も置けるよって言いましたね。もう欠かせないというふうに見なされるよ。to curbing climate change ですね。何にって言ったら、curbing は難しいですね。これ。知ってます？トゥトゥルー、トゥトゥトゥルトゥトゥトゥじゃないですよ。ふぅじゃないですね。それはカービィですから。はい。そうじゃなくて、カーブですね。カーブっていうのはですね、まあ、縁石とかっていう意味もあるんですけど、名詞の時にね。縁石ってわかんない人結構いるんですよね。授業はいいですね。こうやってすぐに出せて。で、カーブっていうのがどうして使われる場合は、これですね、抑制するとかっていう意味になりますので、だから、climate change ね、天候の変化が起こっちゃってるじゃないですか。それを抑制するのに欠かせないとみなされている rainforest です。それのフューチャーに警告を促してますよっていうふうに言ってるわけですね。The destruction was driven by record wildfires that raged across the Amazon from May to October, in addition to illegal logging, mining, and farming on protected lands. っていうふうに、はい、この辺も難しい単語とか難しい表現がいっぱい出てますね。で、この destruction、破壊っていうですね、もう森林が破壊されていくっていうのが、was driven by ですね、これによって引き起こされている。drive っていうのもですね、これを引き起こすですね、っていうのがあるんで、で、それ受け身になってるんで逆向きになってますね。これによって引き起こされている。はい、何によって引き起こされるのって言ったら、record wildfires って言ってますね。はい、record ですね、普通のレコードとか動詞、名詞、って思うかもしれないんですけど、記録的なって意味で使うことも非常に多いです。だから record wildfire っていうのは記録的な山火事ってことですね。で、that rage、はい、rage もね、難しい単語ですね。rage across the Amazon。rage は普通はね、この怒るの方ですね。うわーみたいなね、ギャーみたいなんで有名なんですけど、なんていうの、もう暴れ回って、みたいな猛威を振るみたいな感じですね。だから猛威を振るったでアマゾンをこれ超えてじゃないですか。アマゾン12って言うんですね。アマゾン全域みたいな感じですね。だから across the world って言ったら世界中ですからね。across the nation って言ったら国中って意味ですからね。間違いないよね。5月から10月にかけてアマゾン全域で猛威を振るった山火事ですね。記録的な山火事。そして、プラスこれなんですよ。in addition to illegal logging ですね。illegal な logging っていうのは森林伐採することですね。log って丸太のことですね。で、mining ですから、これ掘るわけですね。鉱山だったりとか、farming ですから農業するわけですね。on protected lands って書いてあるので、保護されている区域ですね。保護区域の、だから保護されているとこなのに、それ無視して、木は切っちゃうし、こうね、掘っちゃうし、農業をやっちゃうしってことです。そういうのがあって、だから原因で、この破壊っていうのが起こったんだよっていうふうに言ってます。はい。下線部までがめちゃめちゃ難しい。で、下線部見ると、The trend so far in 2020 is all the more worrying, given that the usual high season for cutting down trees and removing them only starts in late May っていうふうに言ってます。さあ、では、行ってみましょう。はい。というわけですね。The trend。はい。この傾向が続くと。まあ、流行ってやるのはちょっとね、だって木切られたりするわけですから、それを流行っていうのはちょっと変です。So far、これまでに2020年ですね、in 2020のこれまでのトレンドっていうのは、この傾向っていうのは、is all the more worrying ですね。心配であると。で、はい。all the more 習ってますね。そうす。the プラス、非覚球ってやつですね。これ、ますますとかっていう風に習うやつです。習うでしょ？だから、I love Susan all the more とか、all the better because she is stupid とかね。そう、彼女はバカであるから、より一層好きであるとかってね。わけのわかんないやつやるんですけど、ね、理由が来るんですよ。理由が来た時に座がついてとかって言うんですけど、あ、だからその座はこのその分って言うんですね。その分、ますます、そう、バカである、バカである分、その分、一層っていう意味ですね、あれね。そういう意味です、この座っていうのは。で、別に理由が来るというか、その because とか、なんか理由を表す for が来るって言いますけど、そうとは限らないです。今回もう given ですから。はい。given だとどういう意味だか知ってますか？はい、知らなきゃダメですよ。考慮するとって意味ですね。はい。given にはそういう意味がありますね。considering なんかと同じです。だから、このことを考慮すると、より一層不安だ、心配だっていう意味です。はい。じゃあ何を考慮するのって言ったら、the usual high season ですね。はい。こういうのがよく行われるシーズンであるって言ってます。はい。何がって言ったら、for cutting down trees ね。はい。木を切る。で、removing them ですね。そしてその木をどかす。そういった季節は5月の後ろ後半に始まるから、まあオンリー初めてとかですね、その時だけ始まるということから、その時に初めて始まるのだからって言ってるわけですね。だからこれ多分5月よりも前に書かれてるか、もしくはもう5月の早い時に書かれてるわけですね。まだ木切ってどかすシーズン来てないよ、ハイシーズン。だからこれからそれが来るっていうのにもう山火事起こっちゃってるわ、いろんなイリーガルアクトですね、不法に持ってかれちゃってるわっていうのは、やばくね？そうだ、そのトレンドっていうのは、まあ、持ってかれちゃってるの自体は心配ですね。やばくね？心配じゃん。それもう、worrying じゃん。でも、ハイシーズンですね。これからそれがより行われるシーズンっていうのは、これからその季節は、この後やってくるのに、この5月、レイトメインになって初めてのに、もうこんな状態なの。やばくない？だから、より一層心配だよねって言ってるわけなんですね。はい、わかりました。木を切ったり、そのね、木をどかすっていう、そういったものがたくさん行われる、大抵はですね、そうやってよく行われる季節っていうのは、5月の後半になって初めて始まるんだということを考慮すると、そりゃこの傾向は、この2020年のこれまでの傾向っていうのは、めちゃめちゃやばいよね。より一層心配になるよねっていう、そういう文だったわけですね。はい。内容がわかるとね、まあわかりやすいと思うんですが、いろんな構文知らなかったりするとね、難しい。この義文ってね、いろんな意味ありますからね、前置詞でね、言うことだってあります。given this trend とかね、この傾向を考慮するとっていうふうにも使えるし、given that SV なんていう形でも使うことができますので、はい、ここも知っておいてください。そして、the プラス非覚球ね、ああ、そういえば習ってたなってね、ぜひ忘れちゃってるなと思ったら復習してください。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。クラウドファンディングも忘れずに。